はい猫舌ショールーム5の部屋本日のゲストはどなたですか東京女子プロレスの神井こと神福幸ですはいどうもですこんにちは完全んんは初めましてです初めましてですどうもですよろしくお願いします初めましてなんですけどあの始まる前にこんなに言い声に口が悪いと思うね <laughs> <laughs> バレました <laughs> バレますね <laughs> あのいろんなものに噛み付いてくれる 期待は高まりますよ。ありがとうございます。ね、この辺にもよく来るような人みたいだしっていう。はは、そうでございます。はいはい。でも、あのー、かなり調べたんですよ。ほう。うん。かなり、かなり調べたんですけど。はい。あのー、すごいちゃんとしてる人だと思いましたよ。あ、本当ですか。うん。意外にも。<laughs> こう見えて。こう見えて。うん。はいはい。え、どんな感じな、ど。ど ものすごく調べましたよすごい今ちょっと見ていいのかわかんないですけど、ええええとっても文字がいっぱい見えるすさまじくデータを集めていますのでと <laughs>、まあ、なんとなくここに至るまでの歴史を聞いていきたいんですけど、ね、はい、はい、お願いしますでも大体あれなんですよこういうところに来るプロデス関係の人ってプロデス始める前に僕が接点あったりとかが多いんですけど 全くない珍しいパターンで、はい、そうですね。私はでもあの一方的に存じ上げています。あの時女子の選手が二人ぐらい、まあ伊藤ちゃんが仲良しなんで、伊藤があのツイートでよくしてるなっていうので知ってますと。伊藤真キさんをこの道に引きずり込んだ人間でもあるという。なるほどですね。あありがとうございます。向いてますよと推薦をしてっていう。 いやね、本当見事にね今も海外に行って活躍してるし、うん、ここまで向いてると思ってなかったので確かに、うん、伊藤はもうプロレスの人だなって思います、うん、アイドルっていうよりもプロレスの人だなって気がしてます、うん、本当にでもだからそういうので面白いと思うのがやっぱ運動神経あるに越したことはないけどなくても意外となんとかなるっていうかそうですね特殊なジャンルだと思いますそれはそうだな 運動神経はそうなだって亀福さんも部活とかやったことない人の僕に、まあ、やってはいたけどすぐ辞める人はいすぐ辞めました2秒で辞めましたねひどい話ですよねあの辞、ー、めっぷりがすごい <laughs>、はい、帰れって言われたから帰れってそれ何ですかテニスの時何の時、えっと、バドミントン部に入って、うんうん でなんか練習終わりにか先生が真ん中にこういてうちら整列するみたいなその時に先生の後ろに赤ちゃんみたいななんか上半身めっちゃ「うーってやってる赤ちゃんが通って笑っちゃったんですよ普通に「だか何笑ってんだよみたいな「やる気ねえのか?」みたいな「あります」みたいな「いや帰れよねえだろ」っていうところ「えもうちょ帰ってなって帰れ!」っていうところ「はい」っつって帰って。 こいつなんかめっちゃ帰れって言わ、帰ったそっから行かないみたいな。それは基本帰れって言うけど、いえって言って、スポコンみたいなやつで。そう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 。帰りませんみたいな。そう。すいません。やらせてくださいよ。そう。求めてんだけど。素直に。帰ります。はい。はい。すみませんでしょ。変わります。はい帰っちゃいました。ねえ、なんだっけ。テニスも始めたら、はい。テニスの王子様の格好をした男の子が入ってきた時点で、なえちゃってやめます。出さと思ってやめたと やめましたなんか最初テニス <laughs>、うん、なんとなく、まあ、家族のあれで始めて普通に練習したのに、うん、格好から入ってきた男の子たちが34人いて「うんうん、わないわーなんかやだわー」うんうん、でもすぐやめちゃいましたねやっぱ、うん、<laughs> そういう感じでろくに体を動かすこともなく生きてきてましたね <laughs> 学校もそんなにちゃんと通うタイプでもなく学学校もそうですね、まあうん、中学校 1年生とか、うん、2>, 2年生ぐらいはもうちょっと反抗期だったんでしょうね、うん、まあアメリカはちゃんと行きましたよアメリカの学校はちゃんと行きました日本ではちょっとね日本ではちょっとなんか休んじゃ休憩しちゃいましたね、うん、ちょっと保健室行ったりとかちょっと保健室行っちゃいましたね <laughs> いましたね <laughs> 何が嫌だったんですか何なん,なんですかねやっぱもう部活やってなかったから暇だし、うん、やっぱみんな部活やってる子が輝いて多分見えちゃうところもあったと思うしなんかそういうみんな がやってないことしようみたいな気持ちにやっぱなって、本当中二病ってやつじゃないですか。そういうのを過ごしてましたよ。僕もまあね、部活もやったこともない。あ、本当ですか。僕生まれついてるの帰宅部ですよ。ああ、帰宅部いいですよね。うん、最高ですよね。はい <laughs> ただでも本当に中一の一学期から帰宅部は学年で僕だけでしたよ。あ、本当ですか。徐々に仲間が増えていくんですけど。確かに、それはそうですね。うん。一年生の夏休みぐらいで脱落者がちょろちょろ出るんですよね私もそれより早く脱落しました。ちょっとずつね、友達が増えてくる。あ、そですね。一緒に遊べるやつ。はい、はい、はい。うん。そんなんでした、雪も。ね、でもやっぱ、学校なじめないと、最初きついじゃないですか。人生っていろいろ。うん。きつい。うん。学校ね。まじ。 馴染まなくていいんだと思いますよ今考えそうなんですけどね馴染まないような人がその後ねなんだろうこれこのままじゃいけないと思って奮起してよほんとそうだと思います。何かをしがちにはなるってそう思います思います自分もそうですしそうなんですよその時期は本当になんかいろいろめんどくさいなと思いながら子供の頃ですか。生きてた感じなんですかなんかすごい変な歪んだ性格してたので ここであのバドミントン部に関しては別に教えてる先生がなんかよくうわ、ん、からん人だったんですよ <laughs> だったんで、うん、ここでこんなに練習しても誰もプロになれないと思ってたし、うんうん、ここでなんかすごい何か目指してやってるけど、うん、絶対普通に趣味の範囲で終わるのに何をガチでやってるんだろうって冷めちゃってた部分も正直あったんです <laughs>、まあ、そりゃそうななんんですけどちょっとなんか。<laughs> ひんまがってたんでしょうね、そのあれに対して。なんか別にプロになるわけでもないのに、こんな一生懸命気合い入れて、お揃いのジャージ買って、無理やんってなって、そう冷めてきちゃって、なんかちっちゃな所作が未来に繋がるんだよ、みたいな。多分ないよな、その未来ってなって。多分行かなかった。まあね、体系的なハートがあると、いろいろ仕事する上で便利なぐらいのもんでしかないですよね。我慢するとか、あの。 一致団結するっていう大切さを学ぶところだったんだろうなって、うんうん、上下関係を学ぶところはそうですそうです,そうです、うん、僕はやっぱ部活やってないからそういうものが抜け落ちてますからねああまあ私も多分 <laughs> 東京女子に入ってちょっとまたつかみかけてきたかなって感じですねそれが親の都合でアメリカ行くことでちょっと変わってくるんですかね、はい、そうですねアメリカ行って、うん まあ人種差別とかいろんなものにい、うん、あい人生の大変さっていうのをさらに知るっていう感じで過ごし,てしたで <laughs> ただでさえ、ね、学校なじめないタイプが、はい、よりなじめないようなところにぶち込まれて、はい、でも最初1年ぐらいもひたすらいいじめみたいな感覚でしたね、うん、でもなんだろう聞いてる限り自己主張できそうな人ではあるじゃないですかいろいろと。そうです、ね、そのアメリカで、うんうん 経験したゆえ、うん、言いたいことが言えるようになったって感やっぱアメリカでなんですかそれは。そうですね。アメリカでやっぱ黙ってたんで、うん、あのいない人として扱われて、うん、そこから暇つぶしのいじめみたいなのにやっぱ会うわけじゃないはあったんですよ多分。あの怖、ー、と思ったのが、はい、手作りクッキーを友達にあげた一度で。そうですね。うん、その手作りクッキー キーエピソードに関してはもうアメリカ人ってそのなんかこうしたらあの人がこう思うかもしれないからこう思ってるのと違うことをするっていうのがなかったんです私が住んでた地域は少なくともなんでやっぱ日本だったら例えば私がじゃあ郷さんクッキー作ってきたよいやお腹いっぱいだしクッキー嫌いなんだよなって思ってもえっありがとうってするじゃないですかもちろんそれが向こうではなかったのでなんか交流深めるためにクッキー渡す。 ああ、ナイスだね。でも私、ダイエット中だからいらないわ、ぽいって捨てるのも、別に、何の失礼でもお互いないらしくて。せめて、あのね、見えないところでやるみたいなルールもないっていう。一口食べてもうお腹いっぱいだわ、ぽい。ああ、OKOK みたいな。向こうも別に、そうだよ、みたいな。別に悪意があってやってるわけじゃないですよ、みたいな。はい。もう普通に当たり前って感じで、あこういう世界なんだって。そこでだって、もしダイエットしてるのに無理して食べたら、あっちの負けじゃないですか。だから、 主張私は一口食べて満足、うんうん、捨てるありがとう、うん、っはっきりしてるところでした鍛えられますねめちゃくちゃ <laughs> 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 めちゃくちゃ鍛えられますとはいはいはい要はアジア系が全然いないような町だったわけですよねそうですね、うん、いなかったですだからあな,んならあの白人が主にいたんですよか、うん、か黒人さんとか、うん あのヒスパニック系とかもいなかったのでそれはかなりきついじゃないですかかなりでしたねうん大変でしたいろいろとだって普通に来たらそんなに人種差別とか実感することないじゃないですかはいはいはいニューヨークとかだったら多分もっといっぱいいろんなでも本当に田舎の白人さんが99.2%とかだったのでうん当目立ってましたねアジア人ってだけでうん そして、分かりやすい人種差別を。受けて。はい。うん。受けても学校には行かざるを得ない。母親がすごくスパルタでして。まあ、今思うと、娘のためを思って。行きなさい。っていう人だったので。パールハーバーの日。とかに。あの。学校側から連絡くるんですよ。なんか、明日勇気いじめられるかもしれないから、来なくていいよ。お父さんは。 どうするみたいな不安だよねお母さんは「いや行きなさい」負けんな」みたいな感じだったんで負けずに行ってそういう経験があったので今もちょっとなんかして行きたくないなと思っても負けずに行こうみたいにはつながってますけどねパトカーそれで行ったら先生が真珠湾攻撃の動画を流しという洗礼を受け受けましたね。向ここうううは本当にだだっっててれもなんろ そううい正しいことがわかんないけどアメリカ、アメリカで日本がという気持ちがあるので別に私がいようがいなかろうが真珠攻撃は日本がこうしたんだよみたいな感じの流されブーイングの嵐になったりとかもありましたし攻められる、あんまこの子を守るっていうのはなないいんだって思ま自力で自分でキックアウトするしかないんです。 きついなそしてもう何かあったら言い返すしかないという、はい、なんかところに到達する毎週月曜日に、うん、あの教室の端っこにあるアメリカ国旗に向かってこうやってみ、うん、こうこういうポーズで、うんうん、アメリカのなんかその 言葉なんか僕、うん、私たち僕たちアメリカに住む人間たちはこれを誇りに思いみたいなんか放送が流れて一緒にやんなきゃいけないんですよ。うん、でそれをなんか英語わかんないなりに毎回あ月曜日これやるんだわって思ったんですけどその日なんか虫の居所が悪かったのか隣の席に座ってた男の子が私がこうやって立ち上がった瞬間にカッタッガーン沈めてきて「うん、お前やんなやクソジャップが」みたいな。うんなんか お前ちげえじゃねえかって言ってきて、そのタイミングでバチ切れして、初めて自分の口で、ストップみたいな。うんうん、で、なんか、トヨタは日本の車だよ。シャープは日本のものだよ。みたいな。<laughs> なんでそんないじめるんだよ。って言ったら、もうん、ゆき、喋るんだね。うん、面白いじゃん。わっさ、ブロックみたいな。<laughs> 早っ。さっみたいななって、そっから徐々に仲良くなっていって、最終的にはもう、みんな、私がもう、うん、もう 明日日本に帰るって時にケーキ焼いてきてくれたり、写真撮ろうって言ってきてくれたり、お前は俺の最高の寿司があるだよみたいな感じでいなくなって、雑な褒め方ですけどね。の終わりましたそれで。それがおはよう週でのビビット。はいそうですありましたね。人格変わりますよねそういう経験すると。そうですねもうなんかまあもちろん私以外の人にもそういうことは起きてたので。 なんか女の子もすごい不思議な格好して今日学校に来ちゃったみたいなでみんなお前格好やばみたいな私はこれがお気に入りよ何みたいな感じだったので人目を気にするってことがなんか少しあのそこまではあの気にしなくなったかなみたいなのがありますねまあ戦えればもう全然問題ない言い返せば生きていけるっていうのを思ってましたある意味日本よりは分かりやすい社会になりましたそうですねうん個々が大事みたいなところはありますね。 戻ってきたのがいくつぐらいだったんですか？十七ですね。十八手前ぐらいで帰ってきて、日本の高校にも通いました。JK やりたかったからっていうね。ギャルになりたかったんですね。アメリカで憧れてたんですか？はい。もうずっとてかそもそもアメリカ行く前からそのなんか渋谷とかの丸球の店員さんとかに憧れてたし、大学なんて行く気なかったのでで。 どうしてもあのギャルの格好したくて制服着たくて日本の高校に帰ってきて進学校だったんですよその帰国子女で入ってきた高校だったんで,でめっちゃ地味な制服だったし女の子たちもマジで地味な子しかいなくてでもなんかじゃあせっかく帰ってきたんだからやるしかないと思って茶髪というか,なんかオレンジみたいな,なんか派手な色にしてつけまつげめっちゃつけて。 お父さんにはちゃんと大学に行くから日本の高校で少しあの日本の勉強の仕方を覚えてから大学に行かせてくれって言って嘘ついて日本に早く返してもらったんですけどその格好を見てお父さんにバチ切れされて「ねえいやかちゃんと大学に行かなきゃだめだよ何やってんの?」っていや丸ルの定員になりたい」みたいな「大学行かない」みたいな「だめ」って言われてまあ2個ぐらい高校大学受けてでもやっぱ。 だったら東京行くっしょみたいな、うん、に神奈川の大学と東京の大学と、うん、あの東京行くって言って、うん、東京は刺激的だったわけですかそうですね、うん、なんかまあすっごい遠いところではなかったので、うん、何回か行ったことはあったんですけど、うん、やっぱなんかその東京で一人で生きていくみたいな。うん あの何時まででも飲んでていいみたいな、うん、遊べるみたいなそういうのに憧れが当時はあったのでなんかもうとりあえず、うん、親が不思議に思わないけど、うん、ギリギリ便利なゾーンみたいなところを選んで、うん、<laughs> 結果でも西巣鴨のスタートでした <laughs> <laughs> なるほどそれで巣鴨をベースにしてた、ね、はい<ー>そうですそうです西巣鴨初一人暮らしが西巣鴨のワンルームで、うんうん、そこから 夜の街に出かけて行って酒飲み、友達と遊びっていうのになりましたね。むちゃくちゃチャラいですよね。いやチャラいっていうかチャラいってどういう定義がチャラいかわかんないですけど、私はなんかそういうなんかおしゃれな街に出かけて絵になる女性になりたかったんです。なるほど。意外と男遊びをしてないんです。そうなんですか。とにかく行って飲むことが重要。な飲めなくてもその場にいて。 なんか綺麗なお姉さんって言われたかったんだと思います。うん、おそらく。なるほど。はい、えじゃあそのねそれこそミスコンだなんだとか出るなんでもなんかそういう綺麗な人としての価値を上げる何かだったんですか。とミスコンに関しては、うん、あの大学で本当に友達も作れなかったし、うん、サークルにも入んなかったんですよ。うん、で大学 4年生かな3年生かなどっちか忘れたんですけども本当に何もしてなかったし何か思い出を作らないとこれ学費払ってもらったお父さんに何かちょっとさすがにいい思い出一つ作らないと申し訳ないなって思ってあじゃあミスコン参加しようかななんか1個ぐらい思い出の気持ちで参加しましたで「j u n ン r a m p r y ングランプリとあと「DHC」っていう賞をもらったんですけどそれに関しては もうサークル入ってない友達もいない、うん、だったので、うん、でもなんで「j グランプリになれたんだろうっていうのがありまして、うんうん、あの巣も西巣も住んでた時にはい、はい、スロットめっちゃ好きだったんですよもともと <laughs> 好きそうですよね <laughs> <laughs> 本当ですか好きそうですか、うん、もう何年もやってないんですけど、うん、大学の時はスロット好きで、うん、でそれの巣も3軒ぐらいパチンコ屋さんがあって。 で、横に座っておばあちゃんのなんか目押しみたいなのしてあげてたんですよ。うん、揃ったら、あ、ペカってるよ。おばあちゃん、おばあちゃん。<laughs> パンパンパンみたいな。うん、で、やっぱ ART 機能っていう、なんかその、うん、なんだ、こう、ちょっと遊びがつ、うん、多い目のやつだと、おばあちゃんちょっともうジャグラーしかわかんないから、なんかその、うん、え、これ何狙えばいいのわ、うん、かんないってなったの、が、うん、チェリーだよ、つってこうやって,やってあげてて、うん、そしたらなんか、 この子優しいみたいな。で、プラス、やっぱ、スガモ商店街を抜けて、西スガモに歩いて帰ってった時に、あの、15センチヒールとか、でかいの履いて、お惣菜屋さんでなんかおこわ買って、とか芋羊羹買ってったら、わぁ、レディーガガみたいだねって言った時は流行ってたんで、レディーガガが。そういういじりしてくんだ。そう、わぁ、かっこいいスーパースターだ、スーパースターって言われてたら、多分、そのスロットの私と、スーパースターの私がリンクして、あの子あの、 何あの東洋大学のあれに出るらしいと、うん、そしたら当日、うん、私ねその,大学の,ミスコンのネット票は、うん、もうほとんんど多分なかったんですよはい、はい、でも当日票ってネット票よりもパワーが多分7倍ぐらいあって、うん、でその当日やっぱそのサークル入ってる子たちは、うん、自分たちもサークルのなんか出し物があるから、うん、ミスコンの会場に多分来れない、うん、来たとしても髪だけパパッとちょっと出す。はいはい でもおばあちゃんたちはなんせ時間があったし。そうか。だから。動けますからね。四十分はそうなの。で、しかも近いじゃない。白山キャンパスだったんで、と巣鴨が近いから、バスで一本で来て。なんか出るらしいよ。で、なん、何人だろうな、ゾロゾロと来てくれて。あの子だよ、あの子。多分、そ、組織票、おじいちゃんおばあちゃんの巣鴨の。があり。 でまあ d h c さんは d h c さんで多分ちょっと気に入ってくださって。うん、その二個取れたんですけど、うんうん、あれはおばあちゃんたちに救われたなっていうのはあります。うん、いい話ですよね。学校に友達いないのに菅までいるっていう。おじいちゃんおばあちゃんがよくしてくれたんで。うんうん、あなんかよかったなと思いました。菅もうちょい菅。<laughs> <laughs> でも本当こういう話の節々に出るけど、なんか基本いい人なんだと思いますよ。うですかね。<laughs> うん、まあおじいちゃんおばあちゃん好きです。うん。うん そしてそれによって運命がちょっと開けていくんですか、はい、そうです、うん、まあね芸能仕事的なものがそこから入り始めて、ね、はいはい芸能、うん、レースクイーンだったり、うん、キャンギャルって言うんですか、うん、あのおモーターショーとかのなんかブースに立ってるお姉さんとかあと何やったっけなんか覚えてないんですけど、うん、ちょこちょこそういうグラビアっぽいお仕事をしたりとかしててうん、うん まあでもレースクイーンとか、本当に今は申し訳ないですけど、あんま興味なかったんですよ、うん、車に対して。車知らないわけですよ、ね。車別に興味なくて。うんうん、で、あとなんかあの。この話好きですよ、そのうん、レースクイーンの仕事してるときに、どの車が速くてもよくないって <laughs> <laughs> 言ってクビになったり。はい、<laughs> まあそりゃそうなんですけど。いや、しかもなんか意味わかんないですよ、なんか。うん めっちゃうまくできた車は重さを乗せないといけないみたいな。うん、重しを乗せてハンデを埋めてレースするみたいな。<ー>え、じゃあ、うん、え、なんでこんな頑張って作ったのにハンデみたいな。うん、その、めっちゃ稼いだ人税金多くなるみたいなシステムになってるじゃないですか。はいはい、だから、なんかそれがちょっと納得いかなくて、うん、おかしいなってずっと思ってたし、うん、なんかその、要は気持ちよくしてあげるトークが多分できなかったんですよ。うんうんうん スポンサーさんとか、お金持ちの人たちに。やっぱ、あとお金持ちのおじ、おじたちの、なんか、ちょっとピンクよりジョークって死ぬほどつまんないじゃないですか。最悪ですよね。最悪。で、当時二十歳とか21歳だったんで、え、またまたってできなくて、えみたいな。え、え、肝みたいな感じでやっちゃって、それがもう顔にもちょうでたんでしょうね。で、なんかこいつ、やる気あんのみたいな。 やる気どううだろんかそのレースクイーンとしてはちゃんとこ立つけどその後の飲み会とか全然嫌だ嫌だみたいなその金もらってないしそうそうそうんか普通に帰りたいってなっちゃってんかそういうのが多分顔に出てて「こいつなんか合いそうないわ」みたいな全く向いてなかったはい「みたいな「来なくていいよ」みたいな「あマジですか」たカメラ小僧とかの対応はできてたんですか なみたい私が「好きありがとう」とかやらないから自然に「また来たの?」みたいな「こんな遠いところに?」みたいな「えマジで?」みたいな感じでちょっと待って友達みたいな雰囲気だったんでそうですねなんかあんまりまあ、ツインテールにしたりピンクとかではなかったで昔からまあ割とこう言わカジュアル系なんだろうなと思って来てくれた人が多かったと思うんで大丈夫でした。 グラビアの世界はどうだったんですかグラビアの世界も、うん、これなんかあのマジで愛想とか振りまかないとダメなんだなって思って、うん、でこれなんかいつか言ってやろうと思ったやつここで言おうかなって思って <laughs> 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 大人たちがそうそうしないか心配なんですけど <laughs> はい、はい、一番最初に所属してた事務所がありましてそこはなんか、うん、まあレースクイーンとかいろいろしたんですけど。そのかん その事務所の人ではないんですけど、うん、の関係者のなんか人みたいなのが、めっちゃ偉そうぶってたんですよ。うん、なんかずっと、おお、なんとかの雑誌つながってるよ。うん、おなんとか紹介できるよ。うん、いなかあったらいいね、みたいな。うん、っていう割には、何も事務所の子たち仕事してないよね、みたいな、うん、まあちょっとはあったにしても納得いってないけど、ああ、みたいな。 なんか打ち合わせしよう打ち合わせしようでもなんか必ず夜のお酒込みのところに毎回コミットしてくよとするからなんだこれと思ってでもなんかそれ断り続けたらなんかやる気あんのみたいな言われてで最終的には紙引くにはこういう雑誌見といてもらった方がいいと思うからうちに雑誌あるからそれりにななよんでうちんでいかなきゃいけないのってなってる人がでもいよいよもう一回とにかく話そう。 バーにに行っって、て個室みたいなる。で、今どういう体型になってるかちょっと見せてみたいなええみたいなで、なるじゃないですかでなんか「どういうことですか?」みたいな「下キャミ着てる」みたいな「キャミソールですけど」みたいなまあ実際水着とかに現場も入ってるからそんなあれだったんですけど下キャミ着てるんだったらちょっとなんか今どんぐらいの体型かちょっと見ておきたいから脱げるみたいなそこで恥だったら負けって思ったんですよんか。 だからいいっすよみたいなでもなんかさすがにここで脱いだらちょっとキモんでこれキャミー1枚でワンウォークしてきていいですかって言ってもう普通にお客さんいるとこバーってワンウォークしてこんなんですみたいなあもういいよもういいよって言われてそいついつかぶち殺すと思ってましたグラビアの世界は結構そういう人いますねえ、いますよねいますでもさ、なんか ちゃんとお仕事してくださる人たちってもうゼロじゃないですか、そういうことが。だから、うわぁ、なんかこうやって、なんかね、あの何ちょっと詐欺みたいな感じのことやってる人いっぱいいるんだなーって思って。それが大学4年生とかだったので、学びましたね。そういうやついっぱいいるんだなって。自分大事にしようと思います。とだからグラビアで頑張るのって結構大変じゃないですか。いや、大変。大変だし。 あざとく賢いのにアホなふりしなきゃいけないじゃないですか無理なんですよ思ったことやっぱ言っちゃうしそんな自分の美学に反してまでやる仕事じゃないなとは思ってました脱ぐのは好きでした普通にはいはいまあねかっこいい体作ってただんかその仕事の動向はちょっと苦手でしたね全然それも怒って正解のことだし何の問題もないよかったですねプロデュース巡り合えてね 本当そう思います、うん、プロレスねどうみんなには映ってるかわかんないですけど、うん、ちょうどそのような時期に、はい、まあ進路をどうしようかって迷ってたわけですよね、はい、そうですねその事務所の、うん、そのなんかペテン師みたいなのがいる事務所はやめて <laughs> その後もうちょっとあの <laughs>、うん、今でもちゃんとしてる事務所に入っ まあ1年ぐらい活動してみたんですけどやっぱりとか売れなないわんかこのまま港区でちょっとねお酒飲んだりとか盛り上がってる生活をしてても将来誰かの母親になった時に「お母さんって23歳の時何してたの?」って言われて「ちょっと六本木とみ西麻布はしごしてたよ」とは言えないなと思ってなんか努力がしたいっていうのを思い。 そのの時マネージャーさんに相談したら選択肢の中にプロレスっていうワードがありまして不思議ないくつかの選択肢があったわけですよねそうですめちゃくちゃエッチな番組をチャレンジしてみるか不動産か高木さんしろっていうワードが出てい仕事するかエロい仕事するか高木って人がいるよみたいな3択3択でそれでプロレスっていうものに対して本当に知識がなかったんで なんだそれってなって話を聞いてみようってなりましたこのままねパパ活なんかするような人たちが周りにいやそうですよ当時はパパ活なんて言葉なかったですけどやっぱり明らか不思議な子いるんですよ服ユニクロ系でんか靴とかもんか普通にアパレルのなかかわいい感じなのにここだけいきなり30万ぐらいするネックレスつけてると絶対買ってないよねみたいなそういう子がんか何人かいて。 これにはちょっと慣れないし多分パパツも多分サクセスしないと思います多分無理ですよね多分あのスオ振り負けないから無理ですねでよくわかんないけど高木さんしろって人に会ってみう会ってみてルノワールでなんか一周ちょっとえちょっとタッパあるじゃん一周回ってみてでからの本当に見学に来てごらん が見学じゃなくて練習ハハハっハハハハハハハですもです、ね、コンプレコンプレックスだった身長が活かせるのがモデルでありそしてプロレスだった、うんはい、そうですね、うん、そうね、うん、身長は初めて、うん、初めて本当に高くてよかったなって思うことはプロレスであります、うんうん、思いますと、うん、それ以外は別にあんまり気て あんまいいとは思っってなかったですプロレスはもう完全にプラスになりますからねプラスでしたねまあ、うん、違うそのいろんな丸め込みの技とかだったらやっぱちっちゃい子の方がパパってやれるんだろうし、うん、大きいと大きいで悩みはありますけど、うん、あでもなんかそんなめっちゃコンプレックスに思わず、うん、自分を好きになれる場所だったなと思いますそうですねまあでも全くわからないプロレスなわけじゃないですか、はいはい、見てこれやりたいってなるものなんですか なんないですね。<laughs> 全然なんないですなんかいや足なんか練習に見学って言って練習始まって、うん、やっぱ人と出会うじゃないですか、うん、先輩たちがいい人だなと思って、うん、ひたすら辞めなかったのは多分東京女子の先輩たちがいい人だったから、うん、えなんか褒めてくれるしみたいな。 グラビアとかの世界よりも全然グラビアの世界はもうなんかもう私もそんな深く関わってないから言えないけど「えかわいい」みたいな「いや絶対もう威嚇やん」みたいなのがあったのでそういうのは全くなく自分の時間とかやっぱ技術ってものをやっぱ裂いて私に教えてくれるああいい人だなっていうしかもデビューできるかできないかもどこの誰かもわかんない人に。 手厚く教えてくれて、うん、ああいい人たちだなって思えたので練習続けられたし、うん、褒められるから頑張れたみたいな、うん、多分ダメ出しが多かったら、うん、多分やめてると思うんですけど意外とこれよ他のジャンルだといろいろ大変だったのがプロデスはやっぱり人を育てたいって気持ちが大きくてあのこの子が伸びてくれたら私たちのプラスにもなるみたいな発想で。 やってくれるから確かにそうですね私も明らか先輩っていうのも目に見えてるからすごい優しくしてくれたので途中逃げようかなって何回か思ったんですけどでも逃げずにまたあの人たちと会ってやってみたら意外と頑張ろうってまた思うかもっていうのでやってきました。 運動ややってなないい人だとまず大大変変わけですねもう前転とかしないじゃないですか前転して好転してみたいなんかもう倒立できるできるわけないじゃないですかみたいなでも今じゃ倒立もできるようになったしやっぱその時もまだバイトとかしてたんでバーでバイトしてたんですけど夜から始発までバイトとか練習した後にそのままバイト行ってみたいなまあお金をも ね稼がなきゃいけないでバーだったんで二十歳も全然超えてたし一杯ごちそうするようがすごい迷惑だったんですよその時もうめっちゃ疲れてからのバイトであのもいただいて二日酔いになっちゃった日も次の日練習があると全転でゲバ吐きそうになるじゃないですかでも徐々に慣れてきてまああの時が一番 なんかバイトしてた頃が一番こう体力的につらかったかなと思うんですけどしかも真面目にバイトしてるだけなのに、はい、それは要は酒飲んで練習に来てるやつになるわけじゃないですかまあそうですね <laughs> そうですね、うん、でもなんか私がこうや割と SNS 上で、うん、あの今だから言うけどすごいパリピを演出してたんですよ、うん、なんかイエーイみたいなクラブみたいなそれは高木さんに言われた面もあったまあそうですねパリピキャラみたいな <laughs> 参勤をよくよくはまあ解除したいし、うん、まあ ちちちょっっっとそうういいのややゃ、ゃなよ、みたいなのせせ向いてるしってそういうのうそうですね頑張りますみたいなでも実際クラブとかもともとそんな好きじゃないしうるさいじゃないですか一番生産性がない喋りに行くのに爆音でうるさいのに「え今日何食べたなみたいな感じになるからすごい好きじゃなかったんですけどまあでもそういうキャラなんかあの、反応がないよりはあの。 ヘイトでも反応をもらった方がいいのかなとか、いろんなことを考えて。やったんですけど、辛かったですね。あの、結構言ってますよね。初期の頃の。ファンに受け入れられなかった悲しい。半端ないですよ。だって。でも、それはそうですよね。だって、みんな今だから化粧が濃い子とか。ガーっていう子とか、いろんな子がいるけど。私がデビューした時は、結構みんな正統派な。まあ、オさんぐらい、その、なんか、ちょっと面白い感じ。でも、みんなちゃんと。 やってたしそんな派手な見た目の子もいなかったのでアイドル性高い感じでやりますよっていうんでそこにちょっとセクシーな感じの化粧を結構ちゃんとやるっていう時は当時はいなかったのでまあしかも「三金破るな」なんて周りからしてみたら「ふざけんな!」みたいになるじゃないですか「俺の推しを」「お前のせいでよ」みたいななるだから結構最初はしかもなめてるみたいな腰掛けにしてんじゃねえよみたいな。 プロレスとかよく知らないグラビアアイドルが来たぞとなめんなってなっていやでも私だってやれって言われてるキャラやってるところあんのになって思いつつまあでも本当にだからもう団体の関係者の人たちが大丈夫だよって頑張ってるじゃんって褒めてくれたせいで続けられました褒めてくれなかったら多分やめてました心折れててもおかしくないぐらいの状態にまずななりましたねでもそこからふつふつと いや今めっちゃ文句言ってきた人が将来手叩いて応援してくれたり涙流してよかったねって言ってくれたらいいやんってなって見返すために続けたっていうのもありますねプロレスを徐々に理解し始める感じにはなるわけですよねそうですね、うん、理解し始めましたね、うん、意味が分かんなかったものが <laughs> まあ今でも分かんない時ありんですけどす <laughs> 全く見てないんですよね そうですね。東京女子の試合と、<laughs> うん、まあ DDT とか、ガンプロは好きなんですけど、うん、そんぐらいしか見ないので、うんうん、なんか他に興味ないっていうよりは、うん、東京女子が好きで見てた、見たっていうか、その見始めるようになったので、うん、まあ機会もないし、うん、まあ見てみたいなと思いますけどね、なんか。団体の愛がすごいですよね。そうですね。うん、感謝はしてます。そう。うん すごいそれを律儀に伝えるタイプじゃないですか確かに伝えたくなっちゃうかもしれないですねちゃんとした人だなと思います。そういうところそうですねありがたく思ってますよ高田さんでもたとえたとえたとえ高田さんでもありがたいと思ってますよえどどうなんですかその手応え感じ始めるのってどのくらいからなんですかね 手応えで言ったら全然感じてないですよずっと。今も、うん、なんか私応援してくれてる人たちの気持ちとか、うん、あの言ってくれるコメントとかは分かるんですけど、うん、うわー向いてるわーとかは一回も思ったことないし、うん、なんなら重要度の高いって言ったらあれですけど、うん、あのタイトルマッチとか、うん、そういうのになればなるほど、うん、あのこの何くぐってくるやつの。うん 手前でうわなななんか歌手はいいいみたいな<え>同じ歌を一回ヒットさせたら気持ちよく歌って、うん、なんか衣装とかも可愛く考えられるし、うん、私なんかマジで毎回倒しに行くっていう目標で、うん、こうやってやるのマジで向いてないかもしんないって思いながら入場しちゃう。 そこまで考えてるんですかその瞬間に結構うわんかまじ仕事向いてないかもしれないって思いながら入場することがめっちゃありま歌手はいいな歌手はいいなんか綺麗だし歌も心に響くし同じ歌だし最悪風邪ひいても流せんのかなみたいな最悪打ちる最悪とか思っても分かんないですけどそんな人いないかもしれないですけどうわーみたいな プロレスは本当にね同じことをやるってことがまずないですからね。毎回いろんなこと考えて <laughs>、うん、どうやって相手を倒そうかなとか、うん、やっぱ思うし、うん、だからすごいリスキーと思っちゃいます、うん。前にちょっと言ってて面白いと思ったの、ね、2> はい、2年目ぐらいの段階で、はい、今でも常に試合前は緊張してて、はい、その反動が試合終わった後は。はい 緊張で食べれなかった。ご飯を食べて、はい、噛んでる。最中のものをみんなに見せます。っていう意味わかんなくて。<laughs> なんかまあ、基本あのまあ、その当時は特に上の子が、うん、上の人たちが多かったし、うん、ま、今でもあの歳は下でもなんかお姉ちゃんっぽい子とかいるじゃないですか。うん、だからなんか安心してほっとしたりとかすると、いろんな人になんかめっちゃ喋りかけちゃうし。うん、なんか基本。 ふざけあいたいというか、友達みたいで好きなんですよ、東京女子の子たちが。なので、なんか、そう、うざがらみをして。勝手になんか自分が頑張ったっていうのを、みんなに認めてもらいたいっていうのを。発揮しちゃうんですよね。はい。寝る前の緊張との落差で。そうです。だかタイトルマッチ終わった後とか。始まる前もですけど、すごい、あのみんなに喋りかけちゃって。最新のでいくと、あの赤井さんの東京女子卒業の試合。があって。 ちょっと緊張しちゃったりするし寂しい気持ちもあったんで、うん、赤井さんに。ねゆき今日綺麗ですか?ね。ゆき今日可愛いってめっちゃ聞きまくってから入場するって。う, <laughs> <laughs> うざがらみをしました <laughs> <も>。綺麗 <laughs> よって言ってくれました <laughs>。緊張ゆえの。はい、緊張ゆえのうざがらみ。なるほどね。うん、そうです、はい。ね、なんか。ちゃんとし、やってるように見えるけども、全然内心はそんな感じなんですね。そうですね。うんうん、なんか、た。こう。 私最高とか思ったことないですううそうですね不思議なんですよねそう本当にこういう口悪くて <laughs> でかくて <laughs>、はい、<laughs> なんか堂々としてそうなイメージだけど、はいはい、ブログから何からそれこそウィキペディアとかにはね、はい、あの性格的な男っぽくって 繊細ででちゃんとした人すよってうねなんか言われがちですけどね気強いとかんかそう言われなんか自信自信めっちゃ持ってそう自分のこと綺麗とって思ってんだろうとかなんかこう嫌味っぽいこと言われること多いんですけどなんか多分口で言い返したりするのも自分が多分本当は弱いから。 言うんだろうなっていうのは自分でも感じてます、うん、まあね、アメリカで言わなきゃしょうがないことを学び、はい、そ, <laughs> それで言ってるようなものでしかなくそうですねでもやっぱりね、プロデスに出会って良かったと自分で思ってるわけですよね,、うん、そすねこれだけ緊張するけれども良、はい、かったと思ってますやっぱ緊張を乗り越えることだったり、うん、仲間が頑張るときに一緒になって応援してあげようと思ったりとか、うんうん あとは誰かのために頑張るっていうのとか、そうそういうなんか普通じゃ学べないことは時事女子で学んでるし、うんなんかうんやっ頑張るっていうのは大事なことだなと思ってます。なかなかね、あの本気でいろんなものに取り組めなかった人からすると、初めてちゃんと初めてこうね全力でやれるものに巡り合えて思います思います。そして努力がちゃんとそれなりに 結結果に結びつくじゃないいいですすかは思まやっぱりやった分だけ帰ってくるし、うん、ただそのお客さんがそうやってなんか応援してくれるのは本当に嬉しいけど、うん、それで安心しちゃいけないっていう気持ちにはなるから、うん、いくら「いや上湯すごいね」とか例えば「ベルトを取った」とかあったとしても、うん、それを自信にするのは違うと思ってるんで。うんうん いいっぱ紙テープ飛ばしてもらったりいっぱいポートレート買ってくれたりとかあってもそれを自信にはしちゃいいけなと思ってますそれはありがたく受け止めるメッセージなものでありそれは努力のの証ととかどううううこっってていいははままた違思す感謝はするけれどもそれでああ飲んどいけんじゃんはちょっと調子に乗ってるやつになっちゃうから私はそうは思わないようにしてます もうちょっとね、キャラクター的には調子乗って良さそうな人なんですけどね。そうですね。すごいぶっちゃけちゃってますけど、今。でも本当にそういう人なんだなって思うんですよ。そうですね。ちゃんとしてる。ねえ、どうですかね。うん。いや、興味深いですね。そうなんですよ。インタビューとかいろいろ読んでも、あの、でかいことは言わないとか、こういう感じなのに。 <laughs> そうね。うん、まあだって人はね、一人じゃ生きていけないんですよ。うんうん、本当に。本当にそう思いますよ。うん、いっぱい大人がね、うん、関わってくれてね、うん、成り立つんで初めてね。プロレスなんか特にね、うん、本当に対戦相手やってもいや、本当にそう思いますよ。うんうん 自分一人が目立とうと思って何かできるようなものではない。うん、いや本当そう思います。うん、でもある意味どの仕事でも表に出る人っていうのはきっと大スターになるにはちょっと自分のこと七十パー考える人じゃないと上にはいけないのかなって気もしてます。うんうん、周りに感謝しまくって、うん、わーっていろいろ気遣ってやってるときっと飛び抜けはしないんだろうなって思ってるけどあとは自分のポリシーの問題なのかなって、うん、こうなのどんな手を使ってでも上に上がっていこう。うんうん 絶対有名になって知らん知らん周りに嫌われてもっていう人もいるだろうし、うん、私はなんかこう、うん、自分のちゃんとモラルのもと <laughs> ちゃんと生きていきたい、うん、そこでまあいいことがあればいいなっていうタイプの人もいるだろうし、うんうん、まあ様々だなっていうのは思いますそうなんでしょうね自分のモラルのもとなんですねやっぱり <laughs> <laughs> モラルのもとです、ね、<laughs> ちゃんとしてるなあうん <laughs> そうかはい 緊張多少は薄れてきうん先輩たちのなんか中に混ざった5対5の時とかは、うん、まあちょっとなんか、うん、まあ何かあっても別に先輩たちがや、うん、うまいことやってくれるしなぐらいな余裕はありますけど、うんうん、以前ねその以前どこじゃない何度か言ってますよね「自分は客寄せパンダでいい」的な発言、うん、はい言ってます言ってます、うんなんか まあ一番最初のきっかけはやっぱ自分の名前をもっと売りたいとかいろんな経験をしてみたいとかで東京女子プロレスに入っていますけどまあそこから今,今7年目7 6年半ぐらいやってるんですけどなんか全体が盛り上がったらいいなっていう気持ちになってきてってなると私はなんか自分の武器と何かを使ってお客さんが例えば東京女子に向いてくれて。 で最初は例えば「神友」ツイッターで見て「ミーユ綺麗だな」と思ったから「ー、うん、ユの物販に来たよ「うん、ああでもなんか神友見に試合来たけど、うん、あの子も良かったな」うん、でその子のファンになるとかでも、うん、全然結果東京女子のなんかこうファンになってくれたら、うん、私の使命はそこで <laughs> 果たせたかなって思ってます、うん、今も。 俺が俺が感が本当ないですよね。ないですね。何か昔かな,な,<ぜ> <laughs> なんか自分自分で考えてる人結構泣いちゃうんですよ私。よくそういうい人が写真集出しましまたね確かにいやこれ、うん、写真集に関しても、うん、なんか自分まあ確かに自分のことなんですけど、うん、なんか私が結構いろんなカットがありまして。うんうん あのバチバチに修正してかっこよくしたりとか、うん、ガンガンの衣装でやってないんですよ、うん、なんかすごいナチュラル自然体で、うんまあ、30歳になったっていうよう、まあ、ここまでやってきたわ、うん、こういう世界で、うん、っていうのも1個ぐらい自分の証は出してみたいなっていうの、うん、プラス割と買ってくれた人が「あ意外えこんなすげえブスの写真ちゃんと載ってんじゃん」うん、とか、うん、はい無事再開ですすいませんでしたはいはいというわけで写真集の話の途中でしたはい はいね、ちょうどブスな写真ぐらいで止まったっぽいんですけど <laughs> 最高ですね <laughs> そこがループしていた、はい、最高ですね、はいうん、で,はでも本当とにこ私こんな綺麗だから見てみたいな感じで作ったものではないってことです、ね、全くないです、はいうん、全くですね、うん、真逆な割と真逆でリアルなところを、うんうん、見せてますありのままの部分、うん、はい、うん だからもうここだけの話、うん、なんでこんなブスな写真載せるんですかと思うやつも載ってます逆に <laughs> 普通だったら NG にするやつをはい割とおおって思うでもこのリアルもありなのかなみたいな,、うん、なんか写し方でめっちゃスタイルよく見えるのと逆もあるじゃないですか逆もちゃんと載ってるんですよ、うん、あいや絶対勇気実物の方が足綺麗やんっていう逆なのも載ってるんで、うんうん、それもなんか めっちゃ変わってる人たちと一緒に組んだんですよ。この写真集をだから、おお、もろいなって思ってます。本当に控えめな人ですよね。そうですね。結構ね。なだろう。よく僕よく言うのがヒールいい人多くて。ベビーそうでもない説っていうのはよく言っていて。ああ、とか言っちゃった。やっぱりなんだろうね。あの相手を引き立たせることを喜んでやれる人。 がヒールになりが結構相手をこういけちゃう人が。い、うん、いや思いますでも、うん、とすると本当になんだろう上にこうやっていこうとするタイプではないのかなっていう、うん。まあ私がもし東京女子プロレスの経営者だとして、うん、まあ髪ひくまず正統派じゃなさすぎるし、うん、なんかこう。 エースとこれとって並べた時に私は何かこうアニメのオープニングで主人公パン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 エロい人ファそのエロい人ファでいいからでもそこのファをきれいにちゃんと自分で全うしてればいいのかなみたいな思いますなんかね役割でいうとそれこそクロちゃんとの絡みとかでああいうふうに適度に話題とかになるっていうのがみんなやりたくないじゃないですか。 なんで自分やります。なるほど。はい。うん。やりますっクロちゃんに膝舐められるのは、はい。うん。みんなはちょっといいから。うん。私やしかもギャル好きって言ってたし、その時。ちょうどいいんで。いいでしょ。みんなそれでね、私が膝を犠牲にして誰かが売れなさいっていう気持ちありました。私が話題作るんで。はい。任せてください。任せてください。っていう気持ちでした。本当フォアーダチームの人ですね。クロちゃん絡みのコメントとかも本当にちゃんとしてんですよ。 何言ったったけなクロちゃんに膝なまられて、はい、キモいかキモくないかで言ったらキモいけど、はい、でもそれがきっかけになって、はいね、この髪って誰だ東京女子ってキラキラした子がいっぱいいるなって知ってもらえばいいので、うんね、私は客寄せパンダになれるなとそうですね、うん、そう思います、うん、なんかあの。 踏み台みたいなのにもなれたら踏み台になれないのもつらいと思うんで役割がちゃんとあって思いますね、うん、そうなんですよ、はい、<laughs> ねねそうクロちゃん絡みの本当そういう発言が感心するんですよ <laughs> <laughs> <laughs>、ね、きっと彼は彼で熱い気持ちがあってすごく性格が きっっっとと真面目なんんだろうう思たよていねちゃすかそういや真面目だと思いますよだってそんな知らないですけどもう何年もずっとみんな知ってる人じゃないですかクロちゃんって「そうキモい」とか言われて「よう分からん売れてないたとえちょっと可愛くない駆け出しアイドルにでも「キモい」とか言われて「モ前とか臭い」とかね言われて「誰お前」って言ったら終わりじゃないですかそこをなんかひざめさせろちゃんだって。もう S, S ランクの寿司からもうなんか50円寿司まで見てきてるわけじゃないですか。うん、でも誰にでもちゃんとこう、うん、女の子をそういう風にやってあげるっていうのは、うん、さすがプロだなと思いますよ、うん、なんか。 なめたくもねえわっていう膝も絶対あったと思うんですよ、分かんないですからね、例えば。そこをちゃんと僕はキモい人であなたは美しくて可愛い子っていうのを徹底した世界観でやるのはプロだなと思います。わかります絶対男性だってみんなめちゃくちゃあるあるなのが駅でミニスカート履いてる女の子がめっちゃこうやって隠してくるけど見てもねえよ、誰だお前ってなるってあるじゃないですか。 その現象絶対起きてると思うんですよクロちゃんにもそれを言わないっていうのはプロやと思います見たいしんってそこでちゃんと思う人ってそうそう思いますすごいなって見習わなきゃいけないとこありますねそうなんですよ人としてアウトの部分はもちろんある人なんですけどプロ意識を感じることが多いってはい思いますただあのただいつだかの年末にクロちゃんとあるゲームのアプリで戦った時になんか クロちゃんに勝ったらなんかお客さんたちがいい思いをする私が勝てばよかったのに勝てなくあて年末っていう時にも200件ぐらいブーイングの DM が来てその時だけ本当ごめんなさいだけどクロちゃんんふざけな本気で怒ってたんですか皆さんいや本気でやっぱゲームガチ勢さんがそのイベントをすごく楽しみにしていたので私もやっぱプロレスラーである以上クロちゃん倒しますって。 必ず倒しますっていう煽りをすごくしていてちゃんと挑んだんですけど、うん、ドローだったんですよ結果、うん、ドローは負けに入るっていう話で、うん、それを予想してくれて信じてくれてた200人ぐらいの方々に、うん、まあすごい年末攻められました、うん、<laughs> あのー、ね今までの話聞いてて見てる人も分かると思うんですけど、はい、まあ 結構そういうの答えるタイプじゃないですか。はい。いや、普通に嫌ですよ。なんでこんなもうすぐ年またぐときに、しかもめちゃくちゃ寒い奥地で撮影だったんですよ。なんかバスに揺られて。踏んだり蹴ったりやなと思いました。そう。要は、アンチ的なものの批判とかも結構食らっちゃう人ですよね。そうですね。ちゃんと考えちゃいすぎるんですかね。最近はまだちょっとスルーできるようになりました。 大変だだと思いますよ、はい、それ変でした。<laughs> あの DM で僕驚いた話があったんですよ、はい、ブログ掘ってて、はい、ちょうどコロナが始まったぐらいの時期に普段はお仕事以外の DM とか返さないしそんなに返信もまめではないですがもしも本当に生きるのが辛くなったら気軽に話しかけてね、はい、今ね私がね DM で相談乗りますみたいな、はい、何やってんですかって。<laughs> <laughs> いや、なんか、あの、私たちすごい限りなく毎週会えるじゃないですか、試合の後に。で、やっぱすごい辛そうな人が、なんかちょっと髪結見たら元気になるかなと思ってきたよ、みたいな。なんかもう、消えそうな人が応援に来てくれたりとかすると、やっぱ自分も人なんで、大丈夫みたいな。プロレス見に来てる場合じゃないよってちょっと思っちゃうんですよ。ほんで、やっぱ、 人と話す気力もなくなっちゃってもう本当に死にそうになっちゃうのかなって思ったらもうプライベートのお友達じゃないしもうラフになんか本当にそうなっちゃうぐらいだったら私に言ってねっていう気持ちにマジでなっちゃうタイプでそれはもう友達も結構そうなんですけどプライベートのだから相談聞いて私がなんか 代わりに殴ってくるようはできないけど、うん、気が晴れるんだったら、うん、私もいろんな人にお世話になってきたし私、うん、すぐ家族めっちゃ仲良くて、うん、何かあると全部お母さんに相談するような感じなんですけど、うん、できることがあればやるよっていうのは思っちゃうん、思っちゃうん <laughs> 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 ですよ<ー>だから今自分のことを応援してくれてる人たち、うん そう、もう引退したらまず普通に友達として一発飲みに行きたいと思ってます。うん、飲み行ってありがとうね。ってめっちゃ言いたいなって思ってうん。助けられたよ。はい、はい、うん、っていう。あんまりなんか、そのあファンね。<laughs> あいつもありがとう。っていうのはあんまないんですよ。うん、なんか申し訳ねえなと思うことの方が多いです。<ん>どこまでちゃんとしてんですか、ね？<laughs> <laughs> ちょっとこんなつもりじゃなかったのにな今日んかピー連発させるつもりで来たんだけどなピー連発も全然いいですけどねうんうん基本まっとうな人なんだなってすごいわかりますよ本当ですかいやちょっとそんなこともないかもしれない考えすぎるイプ考えすぎはそうかもしれないとりこし苦労芸人ですよ私はうんねあの結構前のブログですけどはい そそれこねグラビアアイドル枠で白川みなさんが入ってきた時にどれぐらい自分がコンプレックスというかそこに複雑な感情を抱いてとかみたいなのを書いてたじゃないですか自分私はもう必要とされなくなるんだすねやっぱプロレスも好きで自分より名前も売れてて人気もあってっていう人が入ってきたんだったらもう私いなくても。 その人が広めてくれたらいいんじゃない、うん、っていう気持ちにはなったしうんんかそうですねなんかセクシー枠みたいなのは何個もあってもいらないしな、うん、みたいな気持ちにはもちろんなりましたプロデス知らない私よりもあっちの方がプロデス愛あるしみたいなね なぜだか私がデビューした時デビューをするって発表した時はあんまり調子に乗らない格好で本当にダサくて大嫌いだった練習生 T シャツっていうのがあってそれを着て差し支えないようにメイクもんかちょっと普通にやって髪の毛もストレートにしてもう質素な感じでなるべくリングに上がったんですけど。 それと対照的に水着っぽいのになんかシャツみたいな羽織って「うん、こんにちは」みたいな感じでもうすぐここでデビューしますみたいな感じだったんで「やってんな」って思って正直「<laughs> うわやってる <laughs> うわやってるやってるでもこれが OK なんだ、うん、私には、まあ、やろうとも思ってなかったですけど、うん、私はなるべく普通にしてください別に芸能やってるってことはそんなにあれです、うん、別になんともないです、うん、けどこっち「あもうどうぞどうぞ全然」うん、って感じでまあ扱いもやっぱ。うん DDT の方で初参戦バン、うん、顔もでかくバンバン、うん、で端っこに渡し、みたいな感じで、うん、だったんでああみたいなもういらねえかって思いました<笑><笑>よく持ち直しましたねそっからそうですねでもまあ一緒にいなくなったんで <laughs> <laughs> まあ私は私の愛で続けていけばいいやっていう気持ちにはなってましたねあとなんか私は 一つのものを大事に長くしていくタイプなんで技とかもそんなめちゃ増やしてバンバンやらないんですよでもなんか向こうは割といろんな技をやっぱ知ってるしいろんなことをやったりとかするタイプだったんで私とはまたいろいろ考え方も違うなっていうのはあったしあ本当最終的にはいなくなったんでまあそうですねかぶらないことも多かったしはいはいはいまあ自分は自分でやっていてよかったなって思ってますね プロレス的には技少ない方が正解ですからね、でも。あ、そうなんですかね。そうなんですよ。<ー>少ない技で成立させることが重要。<ー> <laughs> そうですね。私はもう一個磨いて、うん、自分なりに磨いてから次に進みたいタイプなので、うん、なんかまあそうですね、あれこれ、あれこれはやってみようともまずは守らないです。プロレス興味ないはずなのに、はい、意外とちゃんとプロレスの正解出してる気がします、ねあ。本当ですか <laughs> そうですかね。うん。そうババも少なかったそうなんですよ。あ、そうなんですか。え、ジャイアンとババさんですよね。ジャイとババとされる人ですよ。はい。え、十六万キックの人ですよね。そうです。ブーツのブーツと一緒ですよね。そでビッグブーツですね。いわゆる。うん。知ってます。知ってるアピールされても大体知ってるんですよ。日本の人。そうか。そうか。うん。 そうですよね。はい。大丈夫ですはい。それぐらいの知識でも、そして運動やってなくても、はげます。意外となんとかなるのがプロデュースの世界です。ちゃんと頑張ればねっていうね。はい。うん。そうね。そういう話だと思います。団体に愛があれば、そうそうそう。やっていけます。はい。軽い気持ちでやるんじゃなく、そうです。辛くってやれば、はい。意外となんとかなる。うん。意外となんとかなる。うん。ということです。はい。そういうわけで、そろそろ質問。 コーナーに行きたいのでコメント欄にどんどん書いていっちゃってください、うん、お願いします無事1時間超えましたううん。そう鈴木みのるの引き算のブルそうなんですよやるプロレス上手い人とかはそういうふうに、うんうん、減らしていくというかなるほどね、うんうんうん、調子に出して英語できるしセクシー路線でアメリカでブレイクする夢とかありますかう でもやっぱ長身で英語しゃべってセクシーな人ってごまんといるじゃないですかだから自分が本気でアメリカでどうにかブレイクしたいと思ったらザ・貞子とかになってイメチェンするしかないと思います。とかまあジャパニーズアイドルっぽい子とかアニメっぽい子はもういるのでなんかそのもっとですかねジャパニーズホラーでもなんか前髪とか全部こっちにあってこうやって入場してきて。 なんかやるとかなんかさわかんないですけど身長生かした何かを考えてなんか日本っぽいものでやるしかないので上では絶対無理だと思ってますなるほど冷静ですね思いますねまあね確かに本番のセクシーは山ほどいますから可愛もいますからねドロップ聞くだけ上手くてどういう選手なんだろうと気になったうん。 先生のフェーマーさんと漫はオリジナリティが高いしすげえいいありがとうございます、うん、デビュー当時のドロップキックの凄さは本当びっくりしたそれしか練習してなかったんですようんまあ基本中の基本ですからねでもそれも正解だったと思いますよ本当ですかうんあと目つぶしやってます。<laughs> <laughs> その2つ <laughs> 2> <laughs> 目つぶしとなんか、うん 文句言ってから目つぶししたんで、うん、いい塩梅でいじれるぎりぎりのラインを、うん、まあ最初、先輩とばっかり試合だったんで、うん、もちろん全員先輩なんで、うん、いい塩梅のちょっと失礼だけど、すいませんって許される範囲のいじりの境界線をずっと探ししてました <laughs> 最初から自分の役割みたいなものを考えて、ね、いや、それそうですよ、どこのなんだかもようわからん、私を雇ったわけですから、東京女子は。香 <laughs> 田代表って、選手から見てどういう感じなんですか せ他の選手がどう思ってるか分かんないけど私からしてみたらなんか紙一重な部分あるなと思って見てますね。紙一重とはやっぱね10年間東京女子のボスとしてやってきたっていうのは何かすごいんだなって思うし間が一生東京女子の会場時間に「モーニング娘。」の曲を流し続けるっていうちょっとやばさもあるし私が。 チャンンピオっった時にさ、うん、さらっといや上さんももうんね東京女子プロレスの看板娘なんで、うん、あーでも30だから娘じゃないかって言ってきたっていうのでもう <laughs> お前、ここのあの人じゃなかったら指してるよっていうところまで行く時もあれば <laughs> さらっと最近綺麗になりましたねって言ってくれる時もあったり、うん、んなんで本当にこの人、神一重だなと思って見てますちょっと現代的なコンプライアンスがあまり分かってない部分もあるまあそうですね。<laughs> <laughs> でもまあ <laughs> そんな代表のもとみんながすくすくと成長したっていうところもありますね。伊藤ちゃんとはどんな話してるんですか、えー、伊藤はなんか私たちのエピソードで言うと、うん、アメリカにやっぱ行く。うん だからそもそも入場曲とかこうした方がいいよとかめっちゃ自分言ってて、うん、最近はあれなんですけど衣装とかもめっちゃ私考えてあげてたんですよ、はいはい、伊藤ちゃんとそう,んそうですそうです<ー>伊藤ちゃんが「うん、世界一可愛いのは伊藤ちゃん」で入場するようになったのは自分が言ったんです、うん、こうした方がいいそう,そうです <laughs> であの人なんかちょいちょいあの隠蔽するとこあるから、うん、あの自分でって言ってるかもしれないけど、うん <laughs> うん、でもそういうのとか本当役割考える人なんですねあ結構好きで、うん、伊藤のことは普通に純粋に応援したので、うん、そういうのを伝えてこうしたほうが癒やしたほうがいいよ、うん、衣装こうしたほうがいいよっていうのもやってたし、うん、めっちゃ最近で言うとアメリカに行くと、うん、時になんか,なんかこうポケモンのキャラが好きなのがあって伊藤ちゃんが、うん、それをなんかつけて。 そのキャラをなんかボンボンってて二つつリュックにつけていくと、うん、でいや伊藤友達できるか分からんけんポケモンのなんかいろいろつけて話題作って友達作ろうと思い,、うん、思いよって、うん、いやでもアメリカまで行くのに、うん、いっぱいそんなボコボコしたのつけてたら邪魔だし、うん、じゃもうちょっとスマートに携帯にちょろんってつけるそのキャラのやつ、うん、プレゼントしようと思って。うん に買ってこれお守りでそのでかいい人形外しなさとこのちっちゃいので勝負しなってしかも携帯だったら触れる目にも触れるしってあげてありがとうって喜んでくれたその感じが可愛くて全然ポケモンとか知らないんですけどその伊藤の好きなキャラだけ好きなのでなんかふらっと都内で遊んでた時にゲームセンターにそのキャラが2つお人形があったので「あ伊藤ちゃんちょっと言ってあげよう」と思ってで伊藤に。 このキャラここにいたよって教えたら1週間後ぐらいに伊藤から LINE 来てちゃんと2つゲットしてて撮ったよみたいな伊藤も伊藤でゲーセン行って私が好きなキャラあるとなんか「えまだあのキャラ好き?」みたいな「好きだよこれ撮ったけんあげる」ありがとう」っていうような関係性です平和ですね平和ですいい関係ですよ結構海外行っても LINE したりとかちょっと悩みこっちも言ったり基本伊藤は悩みを 解決しようとはしてくれないので、うん、なんか一緒にご飯したりとか。うん、私が伊藤の愚痴聞いたりとか、うん、私もちょっと愚痴ったりとか、うん、っていう本当に女友達っていう感じの関係性です、うん。あの、ジェラシーとかはだいぶなくなりました。あ誰ですかいろんな他の人に対して。いや、ジェラシーっていうのは。うんうん なんか無礼な人とかに対して思ってたんで、うん、伊藤はもう努力をすごいしたっていうのは私は思ってるし、うんうん、割と自慢の友達って感じですよ。無礼 <laughs> な人にはあるんだ。無礼な人には、なんか、他力、うん、本願の人とか、無礼、うん、な人とかは本当にもうつまずけと思って,てます。<laughs> <laughs> なんか、人の何、何、うんうん 手柄あれしていいいく人とかかるじゃなですそういう人はもう本当つまずけばいいのになと思って街当たればいいのはいもう「因果応報って言葉がこのようにあるんでちゃんとなるんですよでも見てれば意外とはいなんでもうこれはもう神様が決めることやと思って見てますでもまあ分かりますよその因果応報的な感覚は僕もあってその逆もあるというかそうですね人にいいことしてると意外とうまく転がるなっていうんかそうを求めてなくてもちゃんと自分なりにまっすぐ生きてると それ努力と全部こう比例すするっっってていううのはもずと思まプロレスやることについて親御さんの反応はもともと芸能活動自体が反対されてましたしプロレスもそんなに最初はやめなよって感じでしたけどま今はちょっとずつ応援してくれてると思います。 見に来てくれたいとかねは見に来ましたねあの子がちゃんと真面目にやるようになったぐらいのんでうううねそそすだと思いますまあ受け身とかも分かってくれるようになったので毎回毎回死ぬんじゃないかっていう気持ちはまあね、もちろん心配はあるけど割と楽しみながら心配しながら応援するっていう親のポジについたんだと思います。 ななんんでこにやられたよ。プロレスには受けというものが重要だっていう本気でなんか殺されちゃうそうそうそうあとやっぱ音とかにもびっくりしちゃってたので受け身のバーンって音とかに「あれ何の音なの?」みたいな「あれはなんか受け身の音だよ」みたいな知識お父さんはちょっとプロレス好きっぽいですけどあんまそうですね 試合中に母からの電話という荒技相手の伊藤ちゃんは乗っかると思ってましたか、まあ、伊藤もあんだけ、ね、人に中指立ててるけど、うん、ちゃんとあの中身はいい、うん、かわいい部分が私には見せてくれるんではい、はい、乗ると思いましたねユーチューブとかでプロレスの試合見たりしますか印象的な試合があれば教えてほしいです。 <laughs> YouTube 自体も見ないんで<ー>だからあの YouTuber とか全然知らないんですよ、うん、でもなんか最近なんかあの有名な YouTuber の夫婦が喧嘩したじゃないですかそれで初めて知ってそういう、うん、あこんな影響力あるんだ YouTuber って Hikakin、うん、ぐらいしか分かんなかった存在が。 こんなんいるんだうるさーと思ってブロ,、うん、ブロックしました <laughs> <laughs> うるさーでブロックなんだやめなやめな、うん、それに対してまたなんか思うのも嫌だった抱わりたくないですいで、うん、ちょっとなんか怖いですわ <laughs>、はい、かります、うん、<laughs> 赤井さんとの思い出とかありますかありますよいっぱいそりゃ、うん、まずだってうちには赤井咲っていうのがいます てうん、高木さんに言われて東京女子勧められたのに、うん、いなかったじゃないですか、うん、だからもう幻の生き物ぐらいな気持ちになってて e d t かよって言ってだし <laughs>、うん、やっぱりなんかずっと綺麗でずっとおしゃれで、うん、凛としてる先輩なので。うんうんうん 私もなんかどんなことがあっても凛としないとなっていう、うん、あとスタイルもずっと維持してたので、うん、いやプロレスやってるからめっちゃ食べちゃうし太っちゃうんだよね、うん、は私は言い訳にしないのは早紀、うん、さんの存在はでかいなって思ってますね、うん、今でもプロとしてそういう意識がある人を身近で見てはいはいすね、うん、プロレスに目覚めた試合を覚えていますか そそ、れこ本当とデビューしてまだ何ヶ月ぐらいの時だったのかな伊藤ちゃんとシングルした時にやっぱ今まで、それまでは痛いなとか頑張ってやり返さなきゃとか思ってやったんですけどその時の伊藤って結構、尖りきってた時期だったんですよ。あ、こいつさっさと片付けてくるわみたいなツイートでも書いたりしてて気に入らなかったんですよ、ちょっとその時は。 で、試合中に、「あんんまそなもかみたいなそういう煽りをする先輩がいなかったので初めてその時だけはこいつマジでくたばってくれって思いました試合中にでもあ、こうやって悔しいって思ったりしてみんな強くなっていくんだな別にそれだけの感情じゃないんですけどもちろんっていうあ、マジでやっつけようと思わないと強くなれないんだっていうのは伊藤ちゃんとのシングルで。 思いましたね今じゃ一番の仲良しですけど、うん、その時は本当に何こいつって思い <laughs>、うん、思いつ思思ましたある意味だからちょっと大人すぎちゃったのがそこでその感情をようやく出てきてだから本当、うん、超先輩のことを大切にリスペクトしたし、うん、自分はさておいて、うん、こうでって。 実は思ってたんですけど、うん、伊藤が割と平気で控え室で、うん、これからタイトルマッチ控えてる先輩の横で自分試合終わった後に「うん、お疲れた暇お腹減った」って言ってるのを見て結構自分勝手で生きてても大丈夫なんだなっていうのは思いましたうんなるほどで変わってったんですねそうですね、うん、手が合うレスラーは誰ですか手が合うレスラーってどういう,う,いう感じですか 試合がかみ合うというか。ーうん、うーん。でも中島さんで合わないってなったら、うん、東京女子とは誰とも合わないと思いません。<ー>中島さんって本当に、うん、自分自身の運動神経もとってもいいし、うん、相手の技を受けるのもすごい、うん、なんか何だろう受けきってくれるし、うん、中島さんは本当に、うん なんか戦ってくれてるなっていう気持ちになりますねプロレス不思議なのが噛み合うのも面白いけど噛み合わないのも面白いですよねうんそれで言ったら伊藤ちゃんとは噛み合わないかもしれない、うん、<laughs> なるほど小田さん女子団体を統括してるとは思えない発言だな <laughs> ねねうん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  伊藤ちゃんのフィクサー <laughs> 高木大社長の印象はどんな感じですかうーんお人よし感はあるなと思いますね、うんうん、でもなんか面白いこと好きっていうアイディアからちゃんと形にして仕事にして話題を作って誰かの支えがあるにしろ、うんうん、なんかすごい楽しげな人だなって思って見てるし なんか無責任とか言われたりしてるじゃないですか、うん、なんかギャグで,、うん、でもそれぐらいがちょうどいいんだろうなと思って見てます、うん、でもなんかたまに人殺したことあるような目してるから <laughs> してるかなこの,この人も壮絶な人生を送ってきたんだろうなと思って見てますまあねドインディーからあそこまでたどり着いてるだけでも、うん、すごいな、うん、相当だと思いますそうですよね、うん、最近は菅も行ってますか 行ってないなぁ。うん。巣鴨。なんか自動でクレープ作ってくれる機械が導入された店があるらしくって。えパチンコ屋で違いますよ。<laughs> 普通のクレープ屋で。<laughs> うん、なんかそういう巣鴨に画期的なことを起こしてるんだって最近思ったんで行きたいなと思うんですけど、うんうん、パチンコ自体はも,もう全然やってないんで、うん、去年の誕生日に暇だったんで、うんうん すっごい寒い中自分2月誕生日なんですけど猪木さんと誕生日一緒で猪木さんのスロットやりに行ったんですすがもじゃないんですけど5000円だけ上がって10時半ぐらいに店出て何やってんだろうっちょっと誕生日にそこからもう一切行ってないタジャンルの同世代で意識したりリスペクトしてる人はいますかタジャンルそうだなあ和田明子さんめっちゃ好きなんですよほうんでまた <laughs> やっぱ背高いこと散々いじられてきたと思う若い頃からずっと、うん、でもそれを武器にっ、うん、てかまあ歌がすごいからもうそれ以外はどうでもいいんですけど、うん、やっぱり10代20代の時って「でかいだの男っぽい」とか「うん、お前が歩くと地面が割れた」とか、うん、そういうでかくて化け物扱いみたいな、うんうん、で多少あたりともちょっと悲しいって思ったことあると思うんですけどでももう強く 強くてたくましい女性の代名詞というか、その物理的な力とかではなく、凛と発達と生きる女性っていうの例はかっこいいなっていうのはずっと思ってて。で、なんか、小学校の時から、まあ、でかい、いじられる、和田っ子、みたいな。まあ、小学生。だったんだ。お前和田っ子じゃんみたいな。まあ、子供たちなんでね、そのん付けとか全くしない。わーって言ってて。 って泣くんですよ。うん、ほんの大きくないもんみたいな。うん、今本当に身長同じくいになっちゃって、で <laughs> <laughs> も同じぐらいになっちゃってたの、うんだよ。だから、大きくてかっこよく生きれる女性。うん、自分がこういじられることを武器にする女性っていうのはかっこいいっていうのは和田あっこさんから学んで、すごいなって思ってるんです。うんうんうん、いい話じゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> いや、すごいと思います。アッコさんもね、中身が繊細な人ですからね。あそうなんですね。それであれをやりきってる感じああ<ー>。やりきりながらもちょっと傷ついてる感じも見える。ああ<ー>、うん、そうなんですね。私も、プロアッコの部分しか見てないので、うん、中身はちょっとわからないんですけど、うん、今もなんか歌とか出してて、うん、TikTok とかで若い子たちが、こう、手に触れるような、うん、なんか時代のニーズに合ったことをやってるのとかも、 すごい素敵だなって思うんです何年か前にツイッター始めた時も非常に可愛かったですけどねあ本当ですかそう。ツイッター見てないティックトック見てるんですよ,、うん、よくわかんないまま手探りでつぶやいてる可愛、えー、い,いすごいアイドルよりもアイドルっぽくて可、ね、愛い,いですね可愛か,かったんですよいや大きい女の子の方が女の子っぽいはあるあるあるありますよね、はい、あるあるだと思います、うん そのでかいいじり問題っていうのはジャイアント馬場さんもあのサイズであれを売りにしてたけどものすごい気にする人だったんですよね。バラエティ番組に出るとまだいじられるじゃないですか手の大きさ比べたりとかあれ本当に嫌ってるのに毎回やらされるわけですよ。でやらされて傷ついてを繰り返し。いいいやででですすよねねねねももちちちろんんまあしょうううががななかからら大きくっっゃたただ私そ人 リング上では、その大きさを際立たせるような。試合をするっていう。そうね。そうね。高いところに届くとか。そうそうそう、うん。頑張っていかないと。<laughs> うん、<笑><笑>秋山純正にしはその後何かありましたか。え、その後もクソも最初から何もないんですけど。うん、以上です。<laughs> <laughs> え、何かあったっけ。<laughs> 試合と練習以外は何をやってますか最近頑張ってご飯作ったりしてます自炊に目覚めたり犬の散歩行ったり何もしてないな寝るのが大好きなんで実はお風呂入んないで寝たいんですよずっと外出なくていいならだからもうゴロッゴロしまくるあとすぐ実家帰っちゃう寂しくなると家族仲本当にいいんですね仲いいですお姉ちゃんも大好きだしそうですね家族とよくいます一緒に ね、かつてはねその六本木とかで飲むとかを憧れて実行してきた人だけど、はいはい、もうそういうような欲はなくなっ,ちゃった。もうだからもうハイブランドとか、うん、まあ好きですよ今でも、うん、可愛いのは好きだけど、うん、無理してなんか派手な街に行く、うん、派手な服を着る、うん、派手なブランド品を持つっていうのはもう全くない、うん、もうあの好きなものだけ集めて生活したいと思ってます、うんうん プロの目覚めと伊藤ちゃんがリンクするのいいなユーチューブも見ないとプライベートは何してるんですか寝てるなんですね寝てるーうん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  うんでもなんか強いくてかっこいい人戦いたくないんで、うん、なんか逆におしゃれで、うん、セクシーでみたいな同じ感じの人がいたら戦ってみたいと思います、うん、線が細い系の人ただし知識はあまりないので、はい、誰がいるかはそんなにわからないそう,そうですね、うんまあ、海外とかも含めいけ、うん、てる人とは戦ってみたいと思いますね、うん うん、でも海外チャレンジしてほしい気持ちはちょっと分かりますね。あアメリカの方とかってことですか、うんうん、いやーアメリカか、うん。パチスロ来店イベントでの思い出エピソードあればえ結構行ってたんですかいや来店イベントなんて1回とか2回しかしたことないし、うんうん、普通になんか来店イベントでなんか 1>,、うん、1回なんかすごい。うん なんか、無茶な感じの要望みたいなのをなんか言われて、うん、めっちゃ切れて帰ったりしたんですったそもそもなんか今は何のお仕事でも頑張れるんですけど、うん、当時はなんか私こういうイベコンしたいわけじゃないのに、うん、やれって言われてやって、うん、なんかパチンコ屋さんに着いたら、うん、あれこれやれこうしろあしろって言われて。うんうんうん こんんんななとしたいいじゃないんだけどーみたいな感じになって、うん、頭の中がめっちゃ不愛想になっちゃって <laughs>、うん、もう二度とお仕事ないっていうのはあります <laughs> ねえだって普通に考えたらね好きなパチンコと仕事が直結してラッキーなはずが。はい、なんかそのパチンコ屋さんが、うん、なこのお客さんで3日間ぐらい来てて、うん、ずっと同じ台に突っ込んでるのに、うん ほとんど当たんなくてマジで何十万ぐらい損失してるお客さんがいるんだけどそのお客さんがでも今日も来てあなたがいてよかったって思うような振る舞いをしろって言って「無理だよ」ドル高すぎますね無理無理」ってなって「それは無理ですよ」でも無理って言ったら多分今後将来どんな仕事もだめだと思うんだよね」いやそれはまたちょっと違うよ」ってなって多分嫌な顔しちゃって「あんま紙服も使えません」すいません」 顔に出ちゃう人なんですね。出ちゃいますね。だから、もうお客さんとかも入場の時点で、今日髪を緊張めっちゃしてるか、まあちょっとかっていうのは、顔でもすぐわかるみたいね。そう、もうすぐ出ちゃいます。顔に。緊張も不機嫌もすべてが出る。全部出てます。同じ誕生日だと、アントニオさんについて、どんな印象ですか。赤マフラー。ひどいですね。赤マフラーしてますよね。赤マフラーですけど。はい。赤マフラーの。ぐらい。 あの、まんじ固めを作った人ですよね。うん、うん、そうですね。それをまんじしてた後に知りました。は<わ>知らなかった。<laughs> ぐらいの感じ。元気があれば何でもできるって言ってる。言ってる人。はい。まあしょうがないです。世代的にね。はい。うん、スロットはなかなか当たんなかった。<laughs> <laughs> ぐらいの知識。<laughs> 大丈夫です <laughs>、うん。すごいですね、やっぱね。 プロス本当に好きがプラスになることもあれば、はい、興味ないことがプラスになることもあるので本当に答えは一つじゃないんですよねあ<ー>やる上で、うん、確かに、うん、だか先輩のこととか多分私、うん、知りすぎてたら恐れ多いなと思って、うん、多分殴れなくなっちゃうと思うんで、うん、知らないぐらいがちょうどいいのかなと思いました、うん、なんとなくわかりますね、うんうん、東洋大の学園祭行けますか 普通には行かないです仕やちょっと今んか仕事じゃないし何もないのにマウント取りに行くみたいなダサいじゃないですか私だよみたいなしたよそうそうそうそれはちょっと何かないなと思うのでお仕事が来たらもう全力で行きます高木大社長もプロレス業界入る前はパリピタッと言ってましたねこの番組でそうですね高木さんが自身がですよねはいはいはいそんな気します 怪しげなイベントばかりやってる側の人でしょハ <laughs> ーキンオーティさん<そう> <laughs>、うん、ちょっとで最高いくら稼いだことありますかえ、でも意外となくて十、うん、十何万ぐらいじゃないですかうんうずっとやって、うん、でもそれより負けた額の方が多いと思いますよ絶対そうですよね、うん、トータルで考えたらはい。はいうん、だと思います、まあ、夢をね あれしに行ってただけなんで <laughs> なんかその時は <laughs>、うん、プロレスラーといえばもうパチンコの時代がまずありましたよねえそうなんですか昭和の女子プロレスラーもまあ趣味パチンコ、はい、あ、そうなんですね、うん、えー、そんななんだ、うん、知らなかったです、うん、なんで言ってたんだろうな、うんうん、<laughs> 富士山での凱旋工業して それをチャリティーにしたり、中学で講演してるのとか、すごいいいと思います。うんうん、おお、ありがたいです。うん、構成したくて。<laughs> ヤンキーを。まあ、学生時代にちょっとねあ、あまりそこがよろしくなかった部分を。<laughs> そういう人もたくさん知ってるので。うん、なんか。あのブレイキングダウンとか、今あるじゃないですか。めっちゃ嫌いなんですけど。わかります。めっちゃ嫌いなんですけど、でも、うん、ある意味。うん 何かのやる気を奮い立たせるっていう意味ではすごいなと思っててなんかそれからちゃんとそういう練習をしてプロになって僕も夢を持とうっていう気持ちにさせるっていうのはとっても素敵だと思うので藤沢でちょっとね悪いことしちゃったりとかなんか何もやることやる気がないとか学校行,き行くのが怖くなっちゃったみたいな破天荒からちょっと引きこもっちゃう系まで。 こんな割と適当だった何にもない私が今やこういう風に頑張ろうって思えたのは、まあ誰かがきっかけをくれたからっていうのを思うので、私も,も、おっとさ、みたいな、んなんかこう知らないおじさんだけってね 4,、4 <coughs>、5000円ゲットしてるぐらいだったら、ちゃんと練習してプロレスラーになって、ちゃんと戦ってファイトマネーをもらいなさいって言ってあげたいし、別にプロレスラーにならなかったとしても、私は24歳でデビューしてるので、今まだ中学生、高校生、はいはい ちょっと、こう、今から何かのプロになるっていうことを、うん、こう、なんだろう、頑張ってみたらいいんじゃない、うん、やっぱ、自分が20歳の時とか、それこそスロッとしまくってた時に、うん、まだ若いから何でもできるよ、もったいないが、うんうん、入ってこなかったんですよ。よく言われるだろうけど、何言ってんだと思って、ね。本当に入ってこない。うん、でもみんな 口を揃えた大人はまだ若い何でもできるっていうのを言ってくる、うん、理解ができない、うん、それを今になってすごいわかるんですよ二十、うん、歳だったら何でもできたなって、うん、それを私が言ってあげ今度は身をもって言ってあげたいし、うん、まあ同じ地元のお姉ちゃんぐらいな感じでこう、うん、話を聞いてもらえたらなっていうのは思ってます何やるにしてもね、あのー、遅すぎることはないというかないと思います、うん 今やればまだ <laughs>、うん、本当にその1ヶ月後2ヶ月後1年後やるよりは全然いいし、はいうん、今が一番若いって言いますし、ねうん、なんか本当ててねプロレスも大変そうな世界ではあるけれども、うん、そのぐらいの年齢からのチャレンジでも意外と何とかなるわけじゃないですか。 なんかをやることにも意味があるんでね自分の感性で生きてってほしいですそしてそれまでにやってきた経験もちゃんと生きてはいるしはい、そうねいろんなことが無駄じゃないしそうですよね、それを思いますでも、本当向いてると思いますよ、公演とか公演どうですかね、ピーってなっちゃわないように気をつけないいらんこと急に言っちゃったりするかもしれないしそれかめっちゃ暗い話になっちゃうかもしれないからこう。 うまくく回してれれる人がいいいななとんですひどい方向に行き過ぎないように適度にいい話をちょっと副操縦士が言ってくれた私なんかこうキャビンアテンダントぐらいだったらしゃべれるんですけどちゃんと操縦士の元発信したいですねでもほんとねブレーキングダウン的なものぐらいしかああいうとこから這い上がる道がないのはちょっとねあれですよね他にも何かいろいろあってしかるべきでそうですね思います思います あまりにも治安が悪すぎる世界なので。<laughs> ちょっとね。ね。ちょっとたい逮捕率高すぎるし。<laughs> 逮捕はね、どう転んでもいいことではないからね。そうね。やり直せはするけどね。うんうん、同じ藤沢のソン選手はいい人ですか。会ったことないです。そうなんだ。うん。うん。いじってるけど。っ会ってみたいですね <laughs>、うん。クロちゃんを指導していた青木真也さんはどんな印象。 アホキングはめっちゃ強い人だったじゃないですか強いですよだったっていうか強い人でやるじゃないですか、うんうん、でなんかプロレスやってる時とか割となんか楽しんでるイメージでで,、ね、でなんか強い人って遊び心も満載なんだなって思ってて、うんうん、でなんかいや強いからこそ優しいなって結構人として好きだったのに。うんうん あの路上プロレスこの前一緒になった時に何、うん、か何かわか,かんないですけどすっごいまたパーって開くやつを路上でやってきて「うん、死ねえや!」と思いきって言います叫 <laughs> んな <laughs> 怖いからすぐ逃げました <laughs> 彼氏はいないんですか彼氏いないですね、うん、すごいストレートに聞いてきて気持ちいい <laughs> <laughs> かなり直球な <laughs> ね彼氏いたら、うん 試合とかなんか嫌だってなっちゃうのかな、うん、わかんないですなんかそんな参勤みたいな話をいやー意外と私の方が,が,のがい私意外と男の人とかめっちゃ立てちゃうタイプだし、うん、なんかご飯とか全部やってあげたいと思っちゃうんで、うん、多分そんな自分のこととかも二の次3の次になっちゃうと思います、うん、彼氏ができたら、うん 監禁が必要なタイプじゃないですか。一番必要ですよ。<laughs> 多分速攻多分もう普通に結婚したいとか言い始めるんだと思いますよ。<laughs> <laughs> ガンプロはどういうところが気に入ってますか。ガンプロは泥臭く頑張って吠えてる感じがとっても好きで。うん、あの私はけん、大岡けんさんが。うん、そのいろんどっかから来たゲストとかにも、うん、なんかすごい泥臭く説教して、うん、あ、本当の自分を見つけたわっていう感じがすごく好きで。うんうん あのずっと見てたんですけど、うん、最近なんか大川さん自身になんかあんまそういうスピ,スピリッツがない感じがするので大川、うん、さんに誰か勝つ入れてほしいと思ってみてます<ー>めっちゃ偉そうになっちゃいますけど <laughs> 言い方怒はい、はい、るポイントと真面目なポイントのバランスがすごくいいですねありがとうございます、うん、<laughs> ああなるほどねこの星は多分バイブですね ああ。あの、あの、ね、バイブス愛想。バイブスアイソね、星数になっちゃってるからね。ね <laughs> なるほどね。<laughs> うん。キャリア途中から覚えた技、まんじがため、ふえまさんは独学ですかアドバイスですか?。えっと、こんなんやってみたら。って、基礎だけ聞いて、あとの変形は全部独学です。うん、う,んうん。興味なくて、知らないから、面白い、本当に。ね。プロですよ。うん、うん、うん、うん。 <laughs> インタビューを受けた尾崎麦子さんの印象はえっととってもプロレス好きなんだなって思うのと、うんうん、でもなんか全部きっといい風に撮ってくれるのであの不思議な分厚い毛布とか買わされないか心配です。<laughs> <laughs> 結構ね繊細な人だし心配になる人ですよね僕も面識はないですけど大丈夫かなと思ったりするそうですねすごく全体的に感動してくれたり感受性をき綺麗に受け取ってくれるのでいいこと言ったら高いもの買っちゃいそうで大丈夫かもありがたくはあるけどね綺麗なとこだけじゃないですよっていう感じですね 一番言いたかったプロセスでの体験は何ですかアジャさんの昇邸。おううん、言いたかったですね。うん、アジャさんの昔の試合とかも見,、ね、見せてもらいました。うん、私、プロレス界で一番恐れになっているのアジャさんなんですよ。<ー>多分普通に食事連れてもらったりとか。で。 なんかアジャさんのことってなんかミッキーマウスみたいな認識だったんですよ、うん、なんか生きてたら知ってたみたいなバラエティーとかでそうですそうです、うん、だけどどんな試合してたかとか全然分かってなくて、うん、なんかでもなんか不意に「うん、いやこの傷は椅子刺された <laughs> テーブルか,なんか刺されたやつで」<laughs> うん、テーブルが刺さるみたいなでこういう感じなんだよって聞いたり動画見せてもらったら「うん、マジですか?」みたいな。 この人、こんなのやばかったんだ、包丁の手術した後に試合しなきゃいけなくなって、はい、入院中に、に入院、さっきの病院を抜け出して、試合して、あの、お腹が空いちゃって。<laughs> ねえ、無理試合中に。何やってんの <laughs> 何やってんの、アジャさん。<に>マジでやばギリギリの試合をやってきた人ですよ。いや、すごいじゃないですか。で、うん、私、知らなかったんです、最初。うん そんなにすごいことをやった。すごい人なのは分かってたけど、どんなすごいことを、なんか紫式部みたいな感じなんですよ、その。なんかすごいことやった。紫式部なんか紫式部とか徳川家康とかいるじゃないですか。その社会のすごい絵にそれぐらいの感じはい、なんかあの、歴史上の人物みたいな。モーツァルトみたいな。なんか知ってるけど、何をした人か知らんみたいな。なんか私はですよ。世間は大体わかりますよ。 その、そのトップス3だったら分かるよ。いや、私わかんないんですその、昔の戦ってた系、戦系男子知らなくて。まあ、戦。系男子。全然知らないけど、すごいことやってきたんだろうな。で、聞いてみたら、ええ、やばってなって、うん。初めて試合した時とか、経歴とかそんな知らずに、あ、とりあえずすごい、ミッキーマウス的な、 人、すごいみんな知ってる。<laughs> ミッキーマスクがかつては殺し合いをしてたみたいな。<laughs> なんか有名なのは、<laughs> なんか気づいたらドラえもんとか知ってるけど、うん、わかんないけど、まあとりあえず強っ、うん、怖っ、みたいな。うん、でも、その、徐々に知ってって、うん、あんなすごい人に、うん、なんかこんな口聞いてたんだと思って、うん、申し訳ねえと思いました、うん、後から。 <laughs> <laughs> ただ普通にねあのすごいい,いい人な先輩だと思っていたらとんでもなかったすごいのは分かってたけど聞いたらビビるっていう感じでした、ね、昔の全日本女子プロレスの試合とかねいくつか見てほしいなりますよいや僕はな、ね、り<の>しゃべりかけられづらくなるじゃないですかプロレスするの嫌になるような試合がいくつかあるのでも明らかにやりすぎている <laughs> い怖,い怖いですね <laughs> これは殺し合いでしょうかみたいないやーすごいわ、うん 酔って投資で500万溶か,なんか FX やってて<う>なんか暇だったんでんでよくわかんないけどお金をそこに入れとけばいいやと思ってやってて、うん、でちょっとマイナスみたいになってる時に酔っ払ってなんかボタンペンって押しちゃって、うん、決済みたいな <laughs> <あ>で500万ぐらいなくなってて<あ>えみたいなでももうあダメなんだこういうふざけた扱いでやっちゃダメなんだんってなった話です。<laughs> <laughs> それはどういう溶かし方なんですか、本当にただ適当になんか、要は円が上がる、下がるだなんだまあ元のお金は違う額で入れてて、それが増えたり減ったりしてて、なんか今、決済しちゃったらマイナスいくらですとんでもない損するタイミングで、よって決払って、なんかたぶん、ピーピーってやっちゃって、なんか起きたら、あれ、なんで全部終わってんのみたいな、はれ、やったんだっけどな、うーわってなって。 で別に500万円を入れて500万円がなくなったってわけではないのでこんななんかお金、うん、もないいすごいダメージをうんうん、うん、なってうわ、うん、気をつけなきゃもうやめようってなりましたパチスロとかで食らう額と違いますからね違いましたね、うん、びっくりしましたこんなふうになるの簡単に増えたり減ったりするんだなっていうので怖ってなりました、うん、絶対やっちゃいけない人ですよう。 上福が秋山さんのことをジュンちゃんって呼んであいつどうかしてるって高木大社長が前に話してました。ジュンちゃんなんて言ってるんですよ。ジュンジさんって言ったんですよ。そうですね、はいうん。ヤンキー系の漫画やドラマで好きなものありますか？ないです、うん。そんなに見ない。見ないですね。うん、ドラマの時点でね絶対綺麗になってるじゃないですか。私ヤンキー自体はそんなに別になんか言うほどうん、うんうんうん あんま好きじゃないですね。だってまあご自分もヤンキー側だったわけじゃないですよね。全然ですよ、全然。ヤンキーって多分、何をあれでヤンキーっていうかかないですけど。なじめなかった側ぐらいだったりですね。そうですね。アジャ様の永遠のライバル、豊田真奈美さんにお会いしたことありますかないです。健康診断行ってます行ってないです。シンプル。

政治家で政治家に立候補するつもりはありますか？親に怒られます。おお、親御さんはそういうのは反対する。反対します。これ以上やめてって言われてます。<laughs> そうね。でも真面目だしね、あの向いてないことはない気がしますよ。政治家ですか？うん、全員が全員そうじゃないんじゃないですか政治家って。うん、あのあんまりむしろね真面目じゃない人が多いような気がしているので、<laughs> こういう人がなった方がいい気がしますよ。ですかね。うん デビュー当時から所属じゃなくてフリー参戦ですけど、はいうん、今も所属じゃないのは何かかこだわりりがありますかいやー特にとこだわりないですけど、うん、私はなんか正統派な感じでやっていこうとは思ってないので何、うん、かあった時に所属ってなると迷惑かけちゃうかもしれないなと思うので、うん、写真集出したりとか、うん、セミヌードでね、うん、とかもあるので、うん、まあ私は別にこの距離でも愛はあるので、うん、わざわざ変更しなくてもいいかな、うん 不思議ですよね。なんでフリーでこのレベルの愛があるんだっていう気持ちですよ。気持ち。気持ちの問題です。異常ですよ。<laughs> でフリーが団体のためみたいな発言ばっかりしてるん <laughs> <laughs>、まあ、フリーって言ってもね、うん、言うても東京女子の所属なんだよ試合はねうん。伊藤ちゃんから恋愛の相談を受けたりしますえ、受け、受けてたとしても言うわけないよね。うん。<laughs> 受けてないし。うん 僕受けたことありますよ。本当ですか。<laughs> まあ。伊藤は。うん、伊藤に聞いてください。<laughs> 私からは言え、<laughs> 言いづらいです。エス代以外で会ってみたい人いますか。どういうことですか。エス代以外でなんか仕事絡まなくても。会いたい芸能人なり、そう先生は何か。ざっくエフロンに会いたいです。はあ、あの海外の俳優さんなんですけど、うん、すっごいかっこよくて。うん、なんか。 アメリカ行って友達もできないしいじめられたときに英語を言おうと思って、うん、ハイスクールミュージカルっていうあれをずっと見てたんですよそのヒーロー役がザック・エフロンで、うん、なんかどの人種の人にも気さくにドラマの中では喋ってて、うん、い,い,いいやつだなと思って好きになりました、うん、で犬にもザックってつきました、うん、そういうことなんですね、はい、はいはいはいうん <laughs> 歴史上の人物的位置。はい。<laughs> <laughs> 偉人の選択は雑だそうなんですよいやすいませんいかに勉強してないかがよくわかるチョイス社会一番悪かったです点数う<ー>ん <laughs> 紫2章だから紫四駆が浮かんだのかなああ<ー> <laughs> 前田啓二だけ知ってそうあああれねスロットルあるからねそうそうそう,そう <laughs> 知ってます <laughs> 話が面白すぎてずっと手たたきながら笑ってますありがたいですうん フフフ、<laughs> 北斗勘取りとかも、試合は、本当、うん、テレビで出てくる<ー>ポンっていうのとかで、うん、存在はもちろん存じ上げてますけども、この時代にやってなくてよかったなと思いますやりすぎプロレスですて、もできるのがすごいです。うん バックステージでもやりすぎてた話とかいっぱい聞きました、ねうん。カメラ回ってないとこで殴りかかって、ね、いやそれはもう、それはもう戦争。<laughs> うそう。すごいって <laughs> あの時代の対抗戦は戦争ですよ、本当。すごいです。うん。異常です。うん。<laughs> アニゃさんのジャングルジャックの歌は聞いたことあるないです、うん。僕が笹団子マシンさんにアドバイスして、笹団子対抗高木さん城見てるくないおう。 って呼び捨てでしたよ呼び捨てうん。純はみたいな。したのかな飲んでたのかなさすがに失礼じゃないちょっと何やってんの言って。純ね。高木さんってさ、ロリコンだからさ、なんかさ、ショールームとか見るんだよね。そうなんだ。すごいよ、なんか。 好きですよねアイドルとか<ー>なんでですかねアイドルイベント出たりとかねなんか嬉しそうじゃないですか、うん、アイドルにいじられてんのとかだから社長だから。うん 普通にしてますけど、知らない人だったら気象いいって思っちゃうんね。ちゃんとした実績のある人としてねいやかっこいい面も知ってるので試合とか見たら普通にかっこいいし体格とかもわあやっぱでかいなかっこいいなと思うから尊敬があるのであれですけどただのおじさんだったら結構びっくりしちゃいますよね社長なのにショールームだけ来る絶対違うやつだったら配信見ないのショールームだから見ただけや ショルムの印象あんま良くないタイプですからね。いや、ショルムはアイドルちゃんがやるイベント <laughs>、うん。やってたわけじゃないですか、昔。やらされてただけですよ。<laughs> 全然。やらされてただけですよ。グ,グラビアとかした時代に。なんか。大人の事情で。そうです。うん、そもそもだってミスなんとかとか死ぬほど興味なかったですから、ね。<laughs> やらされてただけ。やらされただけです。絶対決まってんじゃんと思ってました。<laughs> <laughs> そういうこと多いですからね。多いですよね,ね。僕も言っちゃいけないような話いくつか握ってますよ、ね。<laughs> あのグラビア系のミスなんちゃらでねえ、うん、ありそうですよねいろいろ、ね、非常にえぐいやつえぐそうですよね、うん、そうそうそうあゃれなんないですようんしゃれなんないですよ、ね <laughs> うん、お発声でますまだ女子プロレス大好きですえー、うん、あそうなんだ。 選手たまにザックエフロンにツイッターでレスしてますもんねはい好きでえザックエフロン大好きんかプロレスの映画最近出るらしいですザックエフロン主演のめっちゃ好きなんですよ来てくれないかな日本にと思ってずっとリプレイ送ってるんですかツイッターでなんか引用リツイートみたいなのしたりとかザックエフロンにリプレイもしたことはもありますでもやっぱしつこいとよくないかなと思って好きなんですファンですみたいな感じでんかタッグ組もうよへいみたいな軽いな <laughs> 来ないかなザックエフロンでも DDT で頑張ってほしい、うん、あの他のところじゃなくて <laughs>、うん、な,なんか日本来てくんないかな、うん、<laughs> 彼氏にするならワイルド系やさ男どちらでしょうか、えー、ちゃんと養ってくれる人がいいですねどっちでもいい、ね、のお金をきちんと稼いでくれる人、はい、ちゃんと私を養えるような人であれば私の親と、あのー、その答えが出るってことは前そうじゃない人と付き合ってた人ですよね絶対。 えお金がない人とかなさそうな人とかんかまあお金が究極言ったらお金がなくてもいいから生命力強めでいてほしいっていう感じですねどうにかどうにか生きていける範囲頑張れる人がいいですね逆に言ったらエスカレーター式エレベーター式何大学のやつはいはいはいエリートで入ってって D2 みたいなとこに入って超エリートだからこそ1個ダメになった時にガンもう何もできないは嫌です なんかもう自分で生命力高い人、うん、足と明日家爆発しても、うん、じゃあちょっと、あの。リアカーだけ借りてきて、うん、ラーメン屋始めて、みたいな人がいい、うん、いいです。<laughs> へこたれない人。はい、へこたれない人、だったら、ついていけます、うん。なるほどね。うん、あれ今後が伝説の偉人だとしたら、ダンプ松本はどんな存在になるんだろう。どうなんですかね。ね<え>。うんうんうん。はい。 ンって何なのみたいなと高木さんがまたしつこいな <laughs> 高木さん、ね、でもンって何なのってなりましたよまあね見てない側からするとね男子の試合とか、ねうん、なんか突然 DDT のすげえみたいな感じで「ン、うん、みたいな、うん、てか、うん、ポスターが悪いんですよポスターが「ジュじン秋山」みたいな感じでポーンって、うん、英語で書いてあって「ジュン ったっんで、うん、えこの潤って人やべえんだみたいなぐらいの勢いで知って <laughs>、うん、でなんか DDT の強い系の人たちが潤さんのなんか古文みたいな感じでシュッシュッってなってグループ組んでみたいな、うん、でなんか白パンツ一枚みたいな感じじゃないですか潤、うん、さん、うん、でめっちゃすげえ人なんだって思って「何者なんですか?」って聞いたこの潤って誰すかあっちの潤もやばいじゃないですか <laughs>、うん、あっちの潤 血めっちゃ出る笠井さん笠井さんの順もやばいし順ってやべえって思ってプロレスの順ってやばいやつ多いんだなってそう思って見てましたすごい人いっぱいいる本当ふわっと知識でやってるんですねそうねめっちゃ血出てんなっていう感じ大変そうだなって高木 <laughs> そうか。神優、新潟決勝したから、団子さん対アジア様見てないもんね。あ、見てないです。なるほどね。あの時に僕がラジオで提案した結果、はい、あのアジアさんが昔で歌ってた曲を試合で流すってっえー、聞きたかった。見てくださいって言ってる。<laughs> <laughs> やめてくださいやばいやめてくださいってことはもうそうってことだからね,うん,ねうん。言っちゃってっから自分で、うん、でもやっぱロリコンだからこそ、うん、ロリコンだよって言われたことが嫌じゃないんですよ多分、うん、バラされたことが結局もう、うん、そうよねしょうがないよねこの写真集の読者層ではないタイプうそうですねでもうロリコン帰ってもらわないといけない <laughs> 高木さん、意外ですよね、ロリコンなの。うん、ですね。クロ、うん、ちゃんとクロちゃんギャル好きですからね。また違いますよね。ギャル好きだけど、彼女さんギャルっぽくなくないですか <laughs> そうなんですよ、ね。うん、だみんな、結男はみんなが結局ロリコンが好きなのかなってちょっと思って,て、<ー>思うとこありますけどね。うん、ですかね。うん、ギャル好きは結構少数派ですからね。少数派ですよね。うん、<laughs> やらされただけ。<laughs> やらせ。<laughs> <laughs> カミクさんアイドルとして可愛いよ。嘘だろ。本当に？名前覚えるよ。ほら絶対アットマークユナココトナリオミヒロは絶対黒髪とかの可愛い系だよ。ふわっとしてこの中にいる170超えてる子きつい。そこでいなかったら嘘つきって呼ぶからね。褒められるのは嬉しいですか？嬉しいです。 あ、そうなんだ。へザク・フェルの映画はエリック一家を描いたやつですね。そうなんだ。ケビン・フォン・エリック役。なるほどね。エリック一家知るわけないですもんね。ょなんすちゃんと勉強します呪。呪われたエリック一家ですよ。知らない。何それ。あの次々とエリック兄弟、はい、お父さんがそのプロレスラーで息子の兄弟を次々とデッサンしたんですけど、うん、次々と亡くなっていって、 でこれは呪いだとかしたんです,ですけどまあ普通に考えたら薬物系っていう。<ー>うん、これ日本で試写会やるとかに例えばなって。うん それで DDT でどうこうとかになったら、高木さんのこと本当にあのノーギャラでお仕事ずっとしますっていう。うん、<laughs> 初めてちゃんとマジで頭、うん、床、擦りつけるまで下げる。確かにそれはない話じゃないですもんね。そう、日本でやります。ますで、しかもなんか新日さんとかじゃなくて DDT になったりとかしたら、雪、うんうん、もこれでザックエフロンに生で会えたら、うん、高木さんに一生もうマジでお願い全部、うん、あの、 昔ながらで言うとワンコールで電話出る <laughs> その程度 <laughs>、うん、ワンコールで電話出てあの駆けつけられお前<ー>ワンコールで出ろよ」で言う射程みたいなやりますなるほど射程になる実際ねプロレス映画日本でやる場合はねレスラーなり団体なりに協力仰ぐのはよくあるケースですよ、はいはい、いやーちょっとザックエイロン頑張ってほしい高木さんはいはいは <laughs> しはい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 は同じ雰は気でしたか 同じ雰囲気でしたけど、台湾の方の方がぐいぐいきましたね。日本はおとなしめ日本の人たちはそうですね、ルールとかをちゃんと守ってくれて、うん、優しい感じです。ファンとの交流も 昔のカメラ小僧相手みたいな感じのりなんですか今ですか割と友達みたいな感じですねあんまりなんか「えいつも応援してくれてるのそう嬉しいありがとう」とかはやんないです「えお前また酔ってんね」やってんな」とか言ったりとかあとカップルで来てくれて彼女と彼氏と「え最近付き合ったんだよねマジで」ってケ喧嘩してんのとかカップルが継続的に来るとまだ別れてないんで「イェーイ!」とか 子供と一緒に来てくれたりとか、割となんか本気の好きの人もいてくれたら嬉しいですけど、割とぐるみで仲良くしてくれる人が多いです。ガチ恋います？いてほしいですね。いてほしい。いてほしいですよ。でも今のところもう本当仲間、友達、長い付き合いみたいな女の子も多いので、そういうの、そうですね。ガチ恋少ないかもしれない。 乗り込ん帰れ <laughs> 過去のクロちゃんに久々の男を感じてしまいました発言がはい、はい、プロ医師から来てたのが今日よく分かりました <laughs> そうですね感じるわけないじゃないですか、ね、<laughs> <laughs> どんだけ、うん、でもまあそうですね男の人と接触とかは久々だったので、ねうんうん、それは感じましたよ、うん、なんかこう普段男の人と試合しないので、うん、こう殴ってくる腕の感じとかは男だなと思いました、うんうん、それをちゃんととエンンターテイメントとして コメントしなければというプロ意識がそう言われるとちょっとはずいですね。<laughs> っていうことですね。うん、はいはい。<笑><笑>うん。河田さんって X で登場の選手をフォローしてないのは何か意味あるんですか？かすか興味がないんじゃないですか？東京女子の選手に。ただ モームスをフォアイドル応援用アカウントない、うん、<laughs> はい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 しいんだ。<laughs> いや恋されて迷惑って人はいないと思いますよ、うん、それが歪んじゃうとね、うん、その、なんで付き合ってくれないの何、うん、で好きって言ってくれないのはちょっとあれですけど、うん、そりゃ恋をしてくれるっていうのは、うん、その自分のことを魅力的って思ってくれるっていうので、うん、い,い,いいと思いますけどね、うんうん アップが学校プロですから東京で知りましたいいじゃないですかなんで謝るんですか、うん、<laughs> そういう感じでう河、ん、田さんもここに呼ばないと一応ゲスト候補に入れてますあ本当ですかはいはいまあなんかちゃんと話すといい人っていうのはありますね河田さんってうんそうね ちゃんと話さないとちゃんとと話さないちょっと失礼だなって思うところがちょっとあるんですけどまあでも基本愛に溢れてる人だなっていいところで育った人なのかなと思いますうん昔からのオタで今でも応援してる人とかっていったりするんですかレースクイーン時代の人は来てないですでもほんとデビューして誰も私んところの物販なんて来ないのにさらっと来てくれた人が今でも気さくに来てくれます 別になんかずっと応援してるけどさとか全く言わずにさらっと来て頑張ってんじゃんみたいなもうたわいもない話して帰ってってくれる人とかはいますないかかったです全然ねまあ興味で来てくれる人もいたけどまあ魅力がなかったのかなと思いますけど今は本当ちゃんと応援してくれる人も増えてきてああなんか良かったなと思ってますそうですね なんかね、人間性は伝わったと思いますよ、本日。本当ですか思った以上にちゃんとしてる感。ねえ、まあね、ちょっとね、今、こう、ちょっと、ふっと30歳の藤沢の人ってなっちゃってるんで、あれですけど、レスラーとしてはもうちょっと躍動したいなとは思いますよ。野心はあるんですかうーん、自分、誰かと比べずに自分の中の何かを持ってなきゃなと思ってます。うん。まあでも、アジアとかでもうちょっと活躍したいなと思います。ぜひはい うん、そんな感じでそろそろ告知の時間なんですけどねはい,いやもう置いてある通りですよ置いてある通り、はい、こちらはどういう作品なんですかまあ客材といいまして、うん、足をメインにっていう気持ちもありつつ「うん、30歳上福雪」の生々しさっていうのを届けれたらな という本になってておりまし結構な感じじゃないですか。って言うんですけど多分んまひっちゃってるんでそんなエロくないと思ったんですけど見せるとみんなエロいいって言ますでもなんかキャリアあるからこれぐらいのことやったりはしてるから麻痺してんだろうけど割とちゃんとレスラーっていうジャンルだとおおなかなかまあそうですねでもなんかレスラーでもとあり普通の30歳のでもあり紙服でもありっていうので生々しく修正とかもほとんどしてないので。 結構傷とか肌の感じとかが見れると思うのであんな格好つけてね入場したりしてるけどこいつ中身意外とこんな感じなんだとか女の子だったら休日は無理しなくてもゴロゴロ家で寝てていいんだとかお尻垂れてきちゃった髪結も意外とお尻垂れてるとこあるんだなとかそういうお腹を曲げれば線ができるとかそういう生々しさを感じてほしいなと思っております。どうですか評判は まだまだ発売してないんで十一日に発売なんです<う>でもあの大物元世界的ボクサーさんと、うんうん、まだ情報解禁してないんですけど、うん、動画撮影一緒にした時にはちゃんとにやけてくれました本人目の前にして見るとねそう、ちょっちゅうにやけてくれましたうん手応えありありです、はい <laughs> といいうう感じですすねその他何かかありまやも東京女子プロレスを見に来てくれたらありがたいです私みたいなのじゃないのもたくさんちゃんといるのでロリコンの方々もねはいロリコンもまこの本に関しては帰ってもらいたいんですけど会場はもうロリコン大歓迎なんで15歳とかもいるんで試合を見に来てください そうじゃない人が引っかかってくれればねありがたいだけでロリコンだけど髪ひく好きって人もまあいいでしょ来てくださいロリコンが嫌いなわけではあるん嫌いじゃない嫌いじゃないけど相手にされないから私だっていいよっていう意味ですなるほどふんじゃあ足らないみたいなリそれ可愛らしい感じだこれねそういう感じですこれは上からなんか言ってる感じじゃ全然じゃない実はちょっとなんか悔しいメリューサじゃないよみたいな私うん そんな感じです。怖がらないで欲しいのにな。らないでねっていう。なるほど。雨の弱なんです。素直じゃない感じなんですね。い。やでも良かったですよ。え、ありがとうございます。緊張してました。どうでした？2時間。いやあっという間でした。あの大人たちが立ってるのがちょっと気が引けちゃうぐらいでした。そうですね。椅子が人数分なくて。 あと、意外と大人いる。意外と大人たちに囲まれてるし、なんか、人か人形か分かんない感じの人もいて、たまにドキッとしてました。あれは、等身大ビートたけしですね。ああ、そうなんですね。そうなんです。若すぎ、若い頃のやつなんで、ちょっとね、わからないですけど。すごい。はい。いろいろ思うことがあって、振り返れてよかったです、過去。うん。この後、YouTube にアーカイブ化されるんですが、問題発見等、別にないですね。ないと思いますよ。大丈夫ですよね。私はないです。うん。問題ないです。問題ないです。このまま行きます。 はい、次回は十一月十四日二十時からで、ゲストは牧田佐子さん二回目ですね。うん、前回は元アイドルとして出てきて、今回はアイドル運営として出る感じになると思います。はい、そんな感じで、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。